東方電力株式会社は、大正から昭和戦前期にかけて存在した日本の電力会社である。当時の大手電力会社、通称五大電力の一つ。愛知県の名古屋電灯と福岡県の九州電灯鉄道という二つの電力会社を主たる前身とする。名古屋電灯の更新関西電機と九州電灯鉄道が1922年6月に、 合併して成立した。中部、九州両地方の中核電力会社として発展し、最終的に中部、関西、四国、九州にまたがる14府県に供給区域を広げた。1942年4月に解散。発電所や供給区域はその後の再編で分割され、中部電力、関西電力、四国電力、九州電力の4社に継承された。 1930年代の東方電力の広告。東方電力株式会社は、愛知県名古屋市を中心に、東海地方で供給区域を広げた名古屋伝統株式会社と、福岡県福岡市に本社を置き、九州北部で事業を展開した九州伝統鉄道株式会社が合併して成立した電力会社である。しかしその成立の過程は、 奈良県の電力会社関西水力電気株式会社が1921年10月に名古屋電灯を九州合併して関西電気株式会社に社名を変更しさらに翌1922年6月に九州電灯鉄道を合併の上で東方電力へと解消するという流れで複雑である。従っていずれの合併でも存続会社となった関西水力電機が 法律上の全身会社であり、会社設立は1905年11月29日ということになる。だが、名古屋電統の方が1887年設立と歴史があり、規模も大きかったので、東方電力自身は発祥を1887年と定義していた。東方電力が発足した第一次世界大戦後から大正末期にかけて、 日本では5つの電力会社が業界内で巨大化していた。この大手5社がいわゆる5大電力で東方電力に加え関東地方の東京電灯、関西地方の宇治川電機、電力卸売の大道電力、日本電力を指す。東方電力の会社規模は東京電灯に次ぐ業界2位であり、資本金は発足当初から1億円を 超え最終的には2億6100万円に達した。業界内の電力線と呼ばれる市場競争にも加わり、特に1920年代半ばには、子会社を通じ関東地方で、東京電灯との間で、需要化争奪戦を展開した。なおこ大電力中大道電力は、同じ旧名古屋電灯を前身とするという点で、姉妹会社に当たる。主要前身会社三社のうち、 東方電力における経営陣の主体となったのは旧九,九州伝統鉄道経営陣であった。特に松永安左衛門が関西電気時代から副社長、1928年からは社長としてが会社を主催した。松永の持論を反映し会社は科学的経営を経営方針に掲げた。電気の供給区域は再編による増減があるが最終的には 愛知、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、奈良、和歌山、兵庫、徳島、福岡、佐賀、長崎、熊本の計一府13県に及ぶ。本店は、事業違いの東京市に構え、名古屋市や福岡市をはじめ供給区域内の18都市に支店を置いた。これらの地域に供給する電源を確保するため、日田川を中心とする。 水力発電所建設や都市郊外での大規模火力発電所建設に取り組んだ。成立過程のみならず会社解散直前に至るまで事業統合を繰り返しており、統合した会社からガス供給事業など非電気事業を引き継ぐこともあったが、そうした兼業部門は九州伝統鉄道の合併から1934年まで直営で残った。 九州の起動事業を除いて早期に整理された。県営事業の内ガス供給事業の受け皿となった会社の一つに東方ガスがある。同社を筆頭に電気、ガス、鉄道という公益事業会社を参加に多数抱え、東方電力グループを形成した。1930年代末以降の戦時下における電力国家管理に際し、 東方電力では九百三十九年から九百四十二年にかけて三度にわたって設備を日本発送電へ出資し、さらに九百四十二年実施の配電統制で残余設備を中部配電、関西配電、四国配電、九州配電へと出資した。これら国策電力会社計五社へと設備を引き渡した東方電力は九百四十二年四月一日付で、 解散して消滅し、東方電力グループも解体された。5社に分割された、東方電力の電気事業は戦後、中部電力、関西電力、四国電力、九州電力の4社に継承されている。またかつての東方電力グループのうち存続する会社に、東方ガスや西部ガス、イビデンがあり、その他、グループ企業の経費を引く会社としては、西日本鉄道がある。 以下、遠隔のうち東方電力成立に至るまでの経緯について記述する。名古屋電灯が完成させた八王津発電所、東方電力の前身名古屋電灯株式会社は、1887年9月20日に設立された東京電灯に次ぐ国内2番目の電力会社である。当初の資本金は7万5千円で、旧尾張藩の氏族が経営にあたり、 名古屋市内を対象として2年後の1889年12月より供給を開始した。開業時の電灯取り付け個数は約400棟で、電源は2 5ット発電機を4台備える火力発電所であった。このような小さな規模でスタートした事業はその後拡大し続け、開業から20年を経た1909年には電灯数約5万5000棟。 動力用電力供給約千馬力を数えるまでに発展する。この翌年には出力4 2 0 0ットの水力発電所として長良川発電所を建設。さらに1910年には木曽川において八尾津発電所を建設していた未開業の名古屋電力を合併し工事を引き継いで1911年に完成させた。 この名古屋電灯の経営に途中から参入したのが、東京の実業家、福沢桃介である。1909年から株式買収に着手して、筆頭株主まで上り、1910年取締役、半年後には常務取締役に就任し、経営に参画し始める。名古屋電力との合併交渉をまとめた後一度常務を辞任するが、1913年になって復帰。 当時の社長が辞任すると、社長代理を経て、翌1914年社長に昇格した。折しも第一次世界大戦が始まった頃で、以降戦後にかけて、需要増加の波に乗って、供給を拡大、開業30年を迎えた1919 19年には、電灯数は約33万4000頭、電力供給は約3万6000割以とそれぞれ伸長している。 名古屋電灯は明治末期より基礎川上流部に水利権を確保しており、社内に臨時建設部を設置して開発に当たらせていたが、これを独立させて1918年9月に基礎電気製鉄を設立した。長良川、八を釣り発電所は名古屋電灯のもとに残ったものの、この新会社設立により、名古屋電灯は配電事業に専念し、 電源開発は基礎電気製鉄が担当するという体制が出来上がった。同社はその後1921年合併により大道電力株式会社となっている。配電専業となった名古屋電灯は1920年以降周辺の事業者の統合を積極化する。まず同年5月、市宮市の市宮電気を合併。ついで岐阜県にも侵入し、 翌1921年2月岐阜市の岐阜電気を合併、同年4月には愛知県豊橋市の豊橋電気をそれぞれ合併した。同年8月には岐阜県の美濃町、関などを供給区域とする板取川、電気、愛知県の犬山や岐阜県のカニなどを供給区域とする沖田電気、岐阜県内に発電所を持つ美濃電化肥料の3社を合併している。 この6社合併により、資本金は4848 48万7250円へと膨張した。広滝水力電機が建設した高滝発電所、名古屋電灯が東海地方にて拡大する頃、九州地方では博多電灯を起源とする九州電灯鉄道株式会社が勢力を伸ばしていた。前身の博多電灯は百九十六年三月十六日。 福岡市の実業家らによって、資本金5万円で設立。電源として6 0ット発電機2台を備える火力発電所を建設し、福岡市内を対象2897年11月より供給を開始した。事業は約1800棟の電灯供給から始まり、名古屋電灯と同様その後拡大を続けていく。 1900年代後半の水力開発ブームに、際して、博多電灯は、水力開発に、消極的であったが、役員の一部が、佐賀県北部を流れる筑後川水系上原川での、水力発電に着目し、伊丹や太郎ら佐賀の実業家を募って1906年に、広滝水力電機を設立する。設立に際し、不況のため出資の募集に難住して、 福沢桃介に協力を依頼したことから、福沢が4分の1を出資する筆頭株主であった。福沢は佐賀に続いて福岡でも事業に関わり、市内の路面電車敷設計画に参加し、1909年に福白電気機,機動が設立されると、同社社長に就任した。この事業には、福沢の後輩、松永安左衛門も加わっており、専務に就任している。 松永はそれまで関西で石炭省を営んでいたが、福白電気機,機動専務就任を機に福岡へ移って事業の指揮を取った。1910年、広滝水力電機を改装して九州電機が設立されると福沢、松永は共に取締役に就任。翌年には松永が常務となった。1911年10月、福岡市内の供給事業と、 電車事業が合同し、博多電灯、福白電気軌道の合併によって、資本金280万円の博多電灯軌道が発足。続いて、福沢や松永の主導により、博多電灯軌道と九州電気の合併が計画され、翌1912年6月に合併が成立、資本金485万円の九州、電灯鉄道が成立した。この時、 九州電機から伊丹谷太郎が社長に就任し、松永は、常務、福沢は相談役に回った。成立後の九州電灯鉄道は、九州電機から引き継いだ加瀬川上流での電源開発を進めるとともに、周辺事業者の統合を積極化する。まず1913年、長崎県佐世保市の佐世保電機など、資本や電力供給の関係があった。 周辺事業者5社を合併。続いて1915年には同様に経営を握っていた福岡県内の小事業者2社から事業を買収した。そして翌1916年には有力事業者の合併に踏み切り、福岡県久留米市の久留米電灯、長崎市の長崎電気ガスを合併。さらに山口県下関市の馬関電灯をも合併し、本州への進出を果たした。 下関周辺ではその後も小事業者を合併、買収している。以上の相次ぐ合併に増資も加わり、1920年3月に九州伝統鉄道の資本金は5000万円に達した。また、供給区域の拡大と第一次世界大戦を背景とする需要増加により、供給成績は大きく伸長し、1921年には伝統数約70万に0 0 電力供給約3万4000馬力を数えるまでになった。関西電気初代社長、福沢桃介関西電気初代副社長、下出民吉1921年3月31日、名古屋電灯は関西水力電気株式会社との間に合併契約を締結した。この関西水力電気は1905年11月29日に、 設立され、奈良市にて営業していた奈良伝統から事業を引き継ぐと、共に水力開発を手掛け、1921年時点では、資本金450万円の事業者であった。しかし、第一次世界大戦の影響による、需要増で経費の高騰を招き特に資金面で苦境に立っており、名古屋伝統との合併を選択したのである。契約締結後、名古屋伝統、 関西水力電機の両社はそれぞれ株主総会を開き合併契約を承認した。名古屋電灯は資本金4848 48万7250万円、関西水力電機は450万円と10倍以上の開きがあったが、この合併では関西水力電機を存続会社として名古屋電灯は解散するという形が取られており合併比率は3対4で、 合併に伴い資本金を6914万9650円に増額するという条件であった。さらに、関西水力電機は名古屋電灯との合併が成立するまでの間に、他の事業者との合併も相次いで取りまとめ、5月愛知県半田の地田電機と、9月には天竜川開発を手掛ける天竜川水力電機、及び京都府の山城水力電機と、 それぞれ合併契約を締結した。9月14日には、関西水力電機、名古屋電灯の合併が停心証に認可されている。1921年10月18日、関西水力電機による名古屋電灯の九州合併が実行に移され、関西水力電機は関西電機株式会社に社名を改めた。合併とともに、関西電機の本社は奈良市から、 名古屋市の旧名古屋伝統本社に移転、役員は、加納義兵衛が一人残留したのみで他は、旧名古屋伝統役員と入れ替わり、社長には、福沢桃介、副社長には下、下出民み常務には、角田正孝、神谷拓夫がそれぞれ就任した。このように形式的には、関西水力電機による、九州合併であったが、実質的には、 名古屋電灯による関西水力電気の吸収合併である。新会社は電灯供給約98万2000電力供給約6万9000馬力を行う電力会社となった。1921年12月23日、関西電気最初の定時株主総会にて、社長の福沢桃介は副社長の下出民吉と共に辞任し、 九州伝統鉄道社長の伊丹谷太郎、同社常務の松永安左衛門とそれぞれ交代した。突然の経営陣交代の理由は、名古屋市会における清掃の責任を取ったためと言われる。この時すでにに、関西電機と九州伝統鉄道の合併は内定しており、25日に合併契約が締結された。 地理的に遠く離れた電力会社同士の合併ではあったが、会社の規模を拡大することで、将来の発展のための事業資金の調達を容易にし、なおかつ大規模経営によって事業経費の軽減を図る意図からの合併であった。合併に際しての存続会社は、関西電機で1対1の合併比率により、資本金を5000万円増額することとなった。 翌1922年1月12日、両社の株主総会にて、合併契約が承認された。合併についてはまず1921年12月、関西電気と地田電気の合併が成立し、翌1922年2月には、天竜川水力電気の合併も成立。さらに3月から5月にかけて、前述の山城水力電気のほか、 三重県北部の有力事業者北勢電気と愛知県の愛知電気工業、愛知県津島の美州電気、岐阜県の土器水力電気、八幡水力電気の合併が認可され、最後に5月31日付で九州電灯鉄道の合併認可が降りた。山城水力電気以降の K7 社は同年6月26日に一括して合併報告総会が開かれて、 合併手続きが完了している。加えて同日、名古屋市のガス事業者名古屋ガスも合併した。名古屋ガス社長岡本桜城に挙げた、関西電機が1921年から翌年にかけて合併した会社のうち名古屋電灯、九州電灯鉄道を除いた各社についてその概要を以下にまとめる。関西水力電機。 名古屋伝統合併時に6914万9650円であった。資本金は、九州伝統鉄道の合併で5000万円、その他旧社の合併で2067万1550円を、それぞれ加えて1億3982万1200円となった。東方電力初代社長、伊丹八太郎東方電力初代副社長、二代目、社長。 松永安左衛門九州電灯鉄道をはじめ、合併を繰り返した関西電機は、関西という社名が実態に合わなくなったとして、間もなく社名の変更を決定した。1922年6月上旬により、新社名案を検証付きで公募したところ、20日の締め切りまでに短期間ながら応募者、数8341名、応募点数約1900点。 社名案1414 14種を集めた。入選した日本電気、富士電機、太陽電機、中央電機などの案から選考の結果、東方電力を採用し、6月26日の定時株の総会にて称号を東方電力株式会社と改めた。東方の社名は東の国すなわち日本を意味するとともに、光は東方よりという意味を重ねたものである。 また社長も職員や工業学校の教員、生徒から募集し、430点の応募の中から1点を選び若干の修正を加えたものを決定し、以後改ざんまで使用した。上記の株主総会では役員の増員も行い、合併会社が多数あるため、取締役は計20名、監査役は8名に及んだ。主要な経営陣は代表取締役社長、 伊丹屋太郎、同副社長、松永安左門、専務取締役、田中徳次郎、常務取締役、角田正隆、上谷拓夫、桜木良造、竹岡洋一である。同時に定管に定める本店を名古屋市から東京市へと変更する件も議決し、実際に10月までに一部を除く本社業務を東京市麹町区丸の内の東京会場ビルへと移転した。 なお、総会と同時続けで、東方電力のガス事業を独立させた、東方ガス株式会社と電気機器の製作、修繕などを営む、工作所を独立させた株式、会社東方電気工作所の2社が設立されている。また、1922年7月1日、関内を東西に分割し、関西支社、九州支社を置いてそれぞれ業務を統括させた。関西支社の所管は、 名古屋、岐阜、四日市、奈良各支店と豊橋営業所、九州支店の所管は、下関、福岡、久留米、大牟田、佐賀、長崎、佐世保各支店と唐津営業所である。2年後の1924年3月15日、支所制は廃止され、移行量地域は、関西区域、九州区域と呼称されるようになった。 東方電力となった後の1922年下期末時点での電灯供給実績は需要や数72万2千個、取付個数201万5千0頭、電力供給実績は需要価数1万4千個、供給馬力数12万千馬力であった。名古屋電灯、九州電灯鉄道が多数の事業者を合併して、 東方電力となった1910年代後半から1920年代初頭の時期にかけて関東地方では日本初の電気事業者である東京電灯が関西地方では宇治川開発を目的に発足した宇治川電気がそれぞれ相次ぐ合併によって事業規模を拡大していたさらに名古屋電灯から派生した大道電力 宇治川電機の姉妹会社として設立された日本電力の2社が積極的な水力開発により電力卸売会社として台頭した。この東方電力、東京電灯、宇治川電機、大道電力、日本電力の大手5社を五大電力と称する。当時の電力会社は一般に対戦系機器の電源開発計画が1920年代の 戦後強行以降に続々と竣工したことで余剰電力を多数抱えていた。余剰電力の発生は電気化学工業などの需要開拓にもつながったが、基本的には販売先をめぐって需要化を争奪する電力線に発展し、ことに五大電力の各社間では激しい競争がいくつか生じた。最初の五大電力間の紛争は1923年に 日本電力の名古屋進出によって生じた、東方電力、日本電力間の紛争であるとされる。以後1930年代初頭にかけて、関東、中京、関西の3地方を舞台に、東京電灯対東方電力、日本電力、大道電力、宇治川電気対大道電力、日本電力といった組み合わせで規模の大小はあるが、紛争が相次いで生じた。 東方電力では発足以降、5大電力間の競争にも加わりつつ事業規模を拡大していった。以後の遠隔については、電源の推移、広域連携と周辺事業者の系列化、供給の推移、業績の推移の4事項に対別して記述していく。以下、発足以降の発電設備の建設や購入電力の推移について記述する。 発電所の一覧表については別記事、東方電力の発電所一覧を参照のこと。関西区域名古屋電灯が建設した、長良川発電所全身各社の内名古屋電灯と、関西水力電機が合併した1921年10月の時点において、旧名古屋電灯より引き継いだ、発電所及び購入電力は以下の通りであった。自社の大容量電源としては、 岐阜県に長良川発電所と八尾津発電所があり、長良川発電所からは33キロボルト送電線で、八尾津発電所からは 66KV 送電線で、それぞれ名古屋市内へと送電されていた。姉妹会社大同電力に属する水力発電所からも送電されており、これは市内の変電所にて受電した。これらの水力発電所は、 滑水器になると発電量が減少するため滑水器の補給用として厚田火力発電所も建設され以上の電力は主として名古屋市内及び近郊での配電に充てられた名古屋方面以外の供給区域のうち一宮方面及び岐阜方面は長良川送電線の途中から 33KV 送電線を分岐させ供給していた大垣 岐阜方面の電源としては、春川の自社発電所と伊斐川電気からの受電があり、他に、三重県北部には富田まで、名古屋市内から 66KV 送電線が伸びていた。一方、名古屋、市宮方面と同じ愛知県内でも、豊橋方面は独立した電力系統であり、送電線はつながっていなかった。豊橋方面の電源としては、 豊川の自社発電所と矢作水力からの受電があった。蒸気に加え、1921年末から翌年にかけて合併した各社の内天竜川水力電気、北勢電気、愛機電気工業、自水力電気、八幡水力電気から水力発電所を、北勢電気から火力発電所を継承した。この内天竜川水力電気から継承した。 天竜川の豊根発電所からは、久根鉱山や浜松方面へ供給が行われた。また1923年1月には、旧北勢電機が三重県雲津川水系で建設していた竹原発電所が運転を開始している。豊橋方面と同様、旧関西水力電気区域の奈良方面も、名古屋方面との送電線連絡のない地域で、発電所は水力発電所4カ所。 火力発電所2カ所があった。水力発電所については、山城水力電機からも1カ所を継承している。九州区域川上川第一発電所九州、電灯鉄道と関西電機が合併した直後の1922年6月末時点において、九州区域の電源は以下の通りになっていた。下関支店区域を除く九州区域における自社電源としては、 福岡市のなじま火力発電所と長崎市の長崎火力発電所が電力系統の両翼にあり、両社の中間、佐賀県を流れる加瀬川上流部の川上川に3カ所、筑後川水系上原川に1カ所の水力発電所があった。川上川では1922年9月さらに川上川第三発電所も完成している。加えて、 福岡方面の予備発電所として住吉、火力発電所もあった。主要送電線として、鹿島火力発電所と、川上川第一発電所を連絡する66、KV 送電線があり、他にも、川上川第一発電所より、南は、佐賀、大川へ、西は、長崎、佐世保へと至る 66KV 送電線が、存在した。下関支店区域の自社電源は、 下関火力発電所と前田火力発電所であった。関門海峡を越える送電線はこの時代存在しない。東方電力は成立初期、特に関西区域において自社電源の増強に先駆けて購入電力が増大していった。受電電力が大きかった大道電力、白山水力、日本電力の3社からの受電状況について、衝述する。なお、 九州区域は関西区域と比べ電源の推移が限定的なため関西区域特別して各九州区域の動向にて一括して記述するものとする。大道電力からの受電大道電力しず母発電所級名古屋電灯から開発部門を分離し発足した基礎電気製鉄は1921年2月再編によって大道電力となった。 そして同年10月までに基礎側に、静母発電所と大桑発電所、矢作側に、串原発電所をそれぞれ完成させていた。発生電力は、名古屋市内の2カ所の自社変電所へ送電されており、津原、静母発電所と串原発電所からそれぞれ77、KV 送電線が建設された。東方電力は両変電所にて、大道電力から充電し、 前述の通りその他の電源と共に主として名古屋市一帯の配電に当けて,ていた。その後大道電力による基礎川開発が進展するとともに東方電力への電力供給も増加し最大で3万3 0 0 0ットまで伸長した。大道電力は名古屋方面へと送電する一方で東海地方を越えて大阪府に至る送電線を1 9 2二年七月に建設し、 関西地方への送電を開始した。その後関西方面への送電は増加するが、反対に東方電力への供給は増加しなくなった。東方電力は不足分を自社発電所の建設や、他者からの受電によって補う方針を取ったことから、大道電力から東方電力名古屋方面への電力供給は2万 8000kW に削減の上以後据え置かれた。 供給を2万8 0 0 0ットとする契約は1924年2月に締結され、供給地点は大道電力の変電所2カ所と東方電力の変電所1カ所、料金は1キロワット時あたり2000と取り決められた。また1923年11月からは奈良方面における大道電力からの受電も始まった。受電電力ははめ2 5 0 0ットで、 以降随時増加していった。白山水力からの受電白山水力最小原発電所福井県を流れるくずり川にて、白山水力最小原発電所が完成したのに、伴い、東方電力は九百二十三年十一月より、同社からの受電を開始する。受電設備として、名古屋市内のカラス森に変電所を新設するとともに、最小原発電所から、席まで、 白山水力、石から清スまで、大道電力、清スから、カラス森変電所まで東方電力、という具合に3社で分割して77、KV 送電線を建設した。これに前後する1922年8月から1924年9月に、かけて、東方電力やオツ発電所では、水車の取り替え、発電機の改造などの改善工事が実施され、合わせて、 送電電圧が 66KV から 77KV へ昇圧された。これを受けて、愛知県北部の羽黒に変電所が新設され、八尾津、長良川両発電所と白山水力からの電力を集めて名古屋、市宮、岐阜各方面へと分配する拠点とされた。このうち歯黒から名古屋方面は大道電力から同社が、 キヨスまで建設していた 77KV 送電線を譲り受け、さらに、カラス森変電所の建設予定地であった名古屋市の岩塚にも変電所を建設して、羽黒から岩塚まで送電線を整備するとともに、岩塚から三重県北部の富田、四日市まで 77KV 送電線を新設、従来からの 66KV 送電線をすべて到達している。1926年、 白山水力吉野谷発電所と納皮電気平瀬発電所が相次いで完成した。どちらも最小限発電所と白黒変電所をつなぐ 77KV 送電線に接続する発電所であり、東方電力では両発電所からの受電も始めている。日本電力からの受電線1919年、関西の宇治川電機を中心とする 大阪商船系列の電源開発会社として日本電力が設立された。同社は1923年12月に富山県から岐阜県を経て大阪府へと至る3 0 0トル長の 154KV 送電線の大阪送電幹線を完成させ、翌1924年3月には岐阜県の日田川にセット発電所を建設するなど、 岐阜県北部や富山県において積極的な電源開発を展開していく。関西地方以外に岐阜県内でも電力供給権を取得していたのが同社の特徴で大阪送電管線完成後、岐阜方面への送電のために同線から分岐する岐阜支線の建設にも着手した。さらに日本電力は1923年8月、 名古屋市内への送電線建設許可と名古屋市周辺での電力供給権を獲得した。同社が設立以来許可を得た供給区域は岐阜県では岐阜市、稲葉郡、安八郡、愛知県では名古屋市、愛知郡、西葛郡、三重県では四日市市、三重郡、桑名郡であり、一構内あたり50馬力、内市100馬力以上の電力供給に限られるという、 制限付き電力供給区域ではあったが、東方電力の既存電灯、電力供給区域と重複するものであった。同年9月、日本電力は名古屋営業所を設置して供給の募集を開始する。すると、東方電力からの乗り換えを含めて短期間に大口需要化を多数獲得し、契約口は合計1万キロワットに及んだ。 短期間での浸透は、旧名古屋伝統時代に、福沢ら、電製派の排撃を主張していた財界人らが、日本電力の公園に回ったことが一因という、送電線の建設を待って、翌1924年10月から順次、名古屋方面にて供給を開始した。こうした日本電力の進出を前に、東方電力では、競争を回避する方向に動き、 自社電源開発計画が進行中で、新規の受電を要する状況ではなかったのにもかかわらず、1924年3月30日、日本電力との間に大規模な電力供給契約を締結した。1924年10月よりまず5 0 0 0ットで受電を開始し、毎年累増して10年目の1933年10月、 以降は10万キロワットを受電するという大規模、受電契約で、料金は1キロワットアワーにつき2001輪とされた。1924年10月、日本電力によって、関西送電線岐阜支線と、支線岐阜変電所から、名古屋市内の厚手変電所に至る77、KV 送電線が完成。16日より、東方電力は、日本電力厚手変電所からの受電を開始した。 受電は、はじめ 5000kW で、翌年3月から1万 kW へと増加し、以後毎年10月に1万 kW ずつ増加していった。日本電力からの大量受電に伴い、以後しばらく東方電力は、毎年着実に増加する受電電力の販売に追われることとなる。東方電力では、日本電力からの受電を名古屋市内への配電に当てたほか、 1925年10月からは、日本電力岐阜変電所からの受電も開始して、岐阜、大垣方面への電源に加えている。受電地点は1926年10月からは、蒸気の東方電力、岩塚変電所も追加。さらに1928年12月、供給増加に伴い、日本電力側で 154KV 送電線の終端として、 名古屋近郊の岩倉に名古屋変電所が新設されると、東方電力では同時に、同変電所から一宮近郊の木まで 77KV 送電線を仮設した。東方電力は、前身の名古屋電灯から木曽川の八王子発電所を引き継いだが、同社はかつて八王子より上流でも木曽川の水理券を獲得していた。だが、 静ズ発電所を着工した段階の1918年に開発部門を基礎電気製鉄として独立させ水利権を移しており結果として東方電力は成立時関西区域において有力な水利地点を保有していなかったそこで東方電力では基礎川本流に比べて落差が少ないが水量豊富であり水力発電の適地として注目されていた基礎川 水系日田川での水利権獲得に動き出した。その日田川では、1919年6月、岐阜電気社長岡本田上門らにより、岐阜工業株式会社の名で、水利権許可が申請されていた。日田川にて3カ所の水力発電所の建設し、発生電力を岐阜電気に供給するとともに、余剰電力で価格工業を起こすという計画に基づくもので、 1920年4月までに3地点すべてで推理権を取得。翌1921年11月には会社設立へと進んだ。本社は東京で製紙会社の王子製紙と提携していたことから社長には同社の藤原銀次郎がついた。岐阜電気を吸収した名古屋電灯の後ろ身である東方電力では成立早々岐阜工業の経営を掌握するべく、 動き出し、1922年6月、岐阜工業の株式のうち6割を取得する。その上で、岐阜工業から、岐阜電力株式会社と社名を改め、代表取締役に、なる瀬正幸、常務に、振動公平をつけるなど役員を送って、同社の実験を握った。その後、経済的に開発すべく計画を見直し、水路式発電所を3カ所としていた計画を調整地を 持つ5カ所の発電所に分割するよう改め、順次開発に着手した。そのうち1920年代に建設されたのは、七層、上朝を、金山の3発電所である。七層発電所1920年4月に、推理権を得た、日高第一発電所の計画は、一つの発電所で1 2 4 2 0ットを発電するというものであったが、分割された上で、取水地、 発電所置を改めて開発された。その上流側が、七層発電所で、商業量だが短期間で開発できるという理由で、岐阜電力最初の発電所に選ばれ1923年1月に着工された。しかし、同年9月の関東大震災の影響で、主要機器の納入が遅れ、加えて、竣工間際に水路に補強工事を施したことから、 完成は1年4ヶ月遅延、1925年11月6日、春行、25日発電開始となった。七層発電所の所在地は、岐阜県鴨茂郡西城川村大和座白山。日田川に調整地を持つ、水路式発電所で、発電所には、電業車製、フランシス水車、シワウラ製作所製発電機各3台を設置。 発電所出力は5 6 5 0ット。送電線は発電所完成とともに、八尾発電所への 77KV 線が新設されたが、1930年2月から、上浅尾発電所への 77KV 送電線に切り替えられている。上浅尾発電所上浅尾ダム1920年4月に、推理権を得た、日田川第二発電所の計画を変更し、 水路の位置を日田川左岸から右岸へ、発電所建設地を上流側へと移して開発されたのが、上浅尾発電所である。高山本線上浅尾駅延伸を受けて1924年4月に着工。鉄道開通で物資の運搬が円滑になり、工事が順調に進んだため予定より1年4、過月後期が短縮され、1926年11月14日に、竣工し、 発電を開始した。上浅尾発電所の所在地は、岐阜県麦郡上浅尾村。日田川と水路の途中の舗装谷の2カ所に調整地を持つ水路式発電所で、発電所には、米国 IP、モーリス製、フランシス水車とゼネラルエレクトリック製発電機各3台を備える。発電所出力は2 4 3 0 0ット。 発生電力は 77KV 送電線で、羽黒変電所へと送電。羽黒から名古屋方面へ至る送電線には、岩塚変電所との間を結ぶものがすでにあったが、名古屋方面の給電拠点を分散させるため、1926年8月、羽黒岩塚線の途中から分岐線を伸ばし日は、島変電所を新設した。建設中の1 9 2六年四月、 東方電力は、岐阜電力との合併契約を締結し、同年10月2日、合併手続きを完了した。合併に伴い七層、上朝を両発電所は、東方電力へと引き継がれている。金山発電所1920年3月に、水利権を得た、金山発電所の計画は一つの発電所で1万1 7 0 0ットを発電するというものであったが、 開発にあたっては二つの発電所に分割された。そのうち、下流側はそのまま金山発電所の名称で開発され、1927年10月着工、1929年10月19日に、春工し28日より発電を開始した。金山発電所の所在地は、岐阜県増田郡下原村大和大船と、飛騨川に調整地を持つ、 水路式発電所で発電所には日立製作所製のフランシス水車発電機各2台を備える。発電所出力は6 4 0 0ット。送電線は七層発電所との間に 77KV 線が新設された。なお金山発電所をはじめとする東方電力の日田川における未開発地点の開発住宅を目的に 1926年11月に岐阜電力が再度設立された。新会社による開発という形を取ったのは、建設利息配当についての優遇措置を受けるためで、ある。金山発電所が完成した1929年10月、東方電力は、この第二岐阜電力の事業一切を譲り受けている。東方電力時代の名古屋火力発電所、関西区域における、 東方電力の電源は、上で見たように購入電力も含め、水力発電によるものが主力を成したため、成立当初は冬の滑水期になると、名古屋方面において、供給電力が不足し、停電発生の原因となっていた。この対策として、名古屋市内に大型火力発電所を新設する方針を固め、1924年4月社内に名古屋火力建設所を立ち上げ、 日田川開発に並行して名古屋火力発電所の建設に取り掛かった。所在地は名古屋市南部の大江町。水力発電重視から水化併用の発電体制へと転換する当時の電力業界の潮流を踏まえ、滑水器における補給用発電所としての役割を担う。欧米における大容量高性能火力発電所建設に習い最新式の 大型設備が採用された点が特徴で、出力3万5千キロワットと当時の日本では、最大規模のタービン発電機が2台設置された。着工は1924年6月。発電機1台を設置する第1期工事が、同年10月16日に、竣工、もう1台の発電機を設置する第2期工事も、翌1926年12月6日に完成し、 設備容量7万キロワットの大型発電所が、竣工した。大型ではあるが、滑水器の補給を使命とするため年間を通じて、連続稼働するものではなく、稼働後6年間の年間稼働日数は多くて122日、少ない場合はわずか11日であった。したがって、極力建設費を圧縮する要素電の安定に関わる部分以外では簡素な設計とされている。 送電線は、水力発電の電力系統とつなぐべく、岩塚変電所との間に77、KV 送電線が仮設された。各広域連携と、周辺事業者の系列化にて承述するが、1925年7月、東方電力は、名古屋方面の余剰電力を送電すべく、名古屋火力発電所から、浜松変電所へと至る浜松送電線を、完成させた。 二年後の1927年8月には、その途中に、豊橋変電所を新設し、豊橋方面の電力系統との連絡も成立させる。さらに1927年12月、同じく名古屋方面の電源から送電させるべく、四日1止まりの送電線を、奈良県の高田変電所まで伸ばし、奈良方面の系統ともつなげた。こうして、東は浜松。 西は奈良へと広がる送電線網が出現するが、その一方で日田川以外の水力発電所建設は限定的であった。この時期の日田川以外の新規水力発電所には、旧北税電機の計画を引き継ぎ1928年に完成させた木津川の木津発電所がある。また、寄附電力の統合に加え、1925年5月に、 静岡県内の発電専業事業者稲佐電力から事業を買収し、2カ所の発電所を引き継いだが、翌年には、地元の都民水電へと両発電所を譲渡している。1929年6月末時点での東方電力関西区域の発電力は、水力24カ所56,778キロワット、火力6カ所66,250キロワットであり、 他に、計1 4 4 4 2 0ットの受電があった。また、奈良支店区域の発電力は、水力6箇所2 9 5 7 7ット、火力2箇所1 8 0 0ットで、受電は、計7 5 0 0ットであった。鏡県基千1920年代後半に不況が深刻化すると、電力業界では電気を小売りする受電車がと。 過剰な発電力を抱える卸売会社との間で対立が生じ、小売会社側が受電料金の値下げを要求し卸売会社側がこれを拒否するという構図で料金公開をめぐる紛争が各地で多発した。東方電力でも同時期、大道電力と日本電力の2社との間に同様の問題を抱えた。 日本電力からの受電契約は前述の通り1924年に契約。受電電力は毎年1万キロワットずつ増加し続け、また、受電地点は日本電力厚田岐阜料変電所と自社岩塚変電所の3カ所に1928年12月以降は日本電力名古屋変電所も加わっていた。料金は1キロワットアワーにつき2001輪。 1, 1キロワットあたりでは、責任負荷率は、契約電力の70%のため年間128円77銭にリーンであった。最初の料金公開日は1931年6月10日と定められており、同年4月頃から交渉が始まったが、両社間で値下げ幅に大きな隔たりがあり公開日を過ぎても妥協に至らなかった。そのため両社で、 三井銀行の池田朱明と東京海上火災保険の加賀美健吉に採定を依頼。12月22日付で言い渡されたその採定に従い、料金は 1kWh あたり2001も責任負荷率 60%1kW あたり年105円65銭と改められた。なお、日本電力からの受電電力は契約通り1933年10月1日、 以降10万キロワットとなっている日本電力と同様1924年に締結されていた大道電力からの受電契約は1929年11月1日に公開日を迎えた。料金は1 k w ーにつき2000であったが、公開にあたり東方電力側が大幅な料金引き下げを要求したため交渉は難航し、2年経っても決着しなかった。 日本電力との紛争解決を機に早期解決を目指すこととなり、1931年12月、再び池田、鏡の両名に採定を依頼。翌1932年2月25日、料金は 1kWh あたり1千0 0 9 0 7毛、責任負荷率60%、1kW 換算で年103円54銭余りとするという採定が下された。 1933年10月に日本電力からの受電電力が契約通り10万キロワットに到達したため、それ以降の需要増加には、日田川開発を中心とする自社開発で対応することとなったが、差し当たり後期の短い火力発電所を増設する方針が取られた。当時、火力の主力である名古屋火力発電所は3万5千キロワット発電機2台の 設置に対し認可出力が5万 2000kW であったため、まずボイラー1台の追加工事を1935年6月に完成させて、出力を7万 kW へと引き上げた。ついでボイラー3台と3号3万 5000kW 発電機を増設する工事に着手し、翌1936年12月に完成させた。 1937年12月には4号3万5 0 0 0ット発電機の増設工事も進行する。以後名古屋火力発電所は認可出力1 2 9 0 0 0ットで運転されている。1936年頃の需要予測では、増設完了後も需要増加によって1939年頃の滑水機には追加の補給火力設備が必要になると想定されたが、 当時、定止省では、今後の火力発電所新増設は、複数の電力会社が参加する共同火力方式に、限り認可するという方針を打ち出していたため、第二火力発電所の新設計画は、不可能であった。定止省の商用に従い、東方電力を含む中京地方の主要電力会社7社の共同出資によって、共同火力発電計画のため中部、 共同火力発電株式会社が設立される。同社は、名古屋市港区に名港火力発電所を建設、1939年1月にまず5万3 0 0 0ット同年12月より10万6 0 0 0ットにて、運転を開始した。この、中央発電所の発生電力は、出資各社へと配分された。前述の通り、 日川では、旧岐阜工業が取得した水利圏をもとに、1920年代までに、上流側から金山、七層、上浅尾の3発電所が完成していた。その後しばらく、日川開発は中断されていたが、1930年代中盤になり、名古屋火力発電所増設と並行して開発が再開された。5地点あった。 計画のうち残る2地点の開発が進められたほか、旧岐阜電力の時代に、推理券を申請していた上浅尾発電所下流側に、地点における開発も行われ、1930年代末までに、名倉・下原、川辺の3発電所と、大道電力との共同開発となった、今渡り発電所が、相次いで竣工した。桜発電所、ダム1920年4月に、 旧岐阜工業が推理権を得た、日だ川第一発電所の計画をに分割したうちの、下流側が、桜発電所で、上流側の引き総発電所建設から10年以上、経ってからの開発実施となった。1934年2月に着工され、1936年11月20日に、竣工した。桜発電所の所在地は、岐阜県鴨茂郡西城川村大和柿。 日田川に調整値を持つ水路式発電所で、発電所には電業車製、フランシス水車、芝浦製作所製発電機、各2台を設置する。発電所出力は、はじめ1万9 7 0 0ット、後に2 2 2 0 0ットである。送電線は、七層発電所と上朝尾発電所を結ぶ季節 77KV 線が経由する。 下丸発電所下丸ダム1920年3月に旧岐阜工業が推理権を得た金山発電所の計画を2分割したうちの上流側を下丸発電所と言い,い、東方電力が建設した比較側の発電所では最上流部に位置する。1936年12月に着工され、1938年12月25日に竣工した。 下モバル発電所の所在地は、岐阜県増田郡下モバル村をあざ中切れ。取水は、日田川と市流のマゼ川の2河川からで、取水の主体となる増田川に取水園定による調整地を設ける。主要設備は、電用車製、フランシス水車、芝浦製作所製発電機、各2台で、発電所出力は2万2 0 0 0ットである。送電線は、 下流の金山発電所とをつなぐ 77KV 線が新設された。川辺発電所川辺ダム、岐阜電力時代の1922年6月、上浅尾発電所よりも、下流側の開発を目的に、米田、宇沼両発電所を計画して、水利権を出願した。内下流側の宇沼発電所は、木曽川放流点の下流約 12km 地点に、 設置する計画であったが、途中に継承地に本ラインを含むことから再検討され、一部区間を捨てて森山発電所という一つの発電所計画にまとめられた。だが、下流の水量に影響を与えるとして、逆調整地の設備が必要となったため、1930年1月、分割され三つの発電所を置く計画に改められた。三地点の内中央部が、 森山第一発電所は改め川辺発電所であり、1935年8月に着工され、1937年12月9日に、竣工した。川辺発電所の所在地は、岐阜県鴨郡川辺町大浅西都地位。位高さ25.0メートルのダムにより、落差を得て発電する、ダム式、調整地式発電所であり、主要設備として、 日立製作所製のフランシス水車、発電規格3台を備える。発電所出力は、はじめ2万6 5 0 0ット、後3万キロワットである。送電線は、上浅尾発電所と羽黒変電所を結ぶ季節 77KV 線が経由するほか、関西の木津変電所へ至る、長距離 154KV 線が引き込まれその起点となった。 こうして3カ所の発電所が相次ぎ完成したが、旧森山発電所を三分割したうちの上流地点に計画された下浅尾発電所は落差が少なく地形上水路建設に多額の費用を要するとして開発延期となった。愛奇水力今渡り発電所今渡り発電所と今渡りダム旧森山発電所の計画を三分割したうちの下流地点では 木曽川合流点直前に逆調整地を持つ森山第二発電所を建設するものとされた。一方、木曽川本流にてダム式発電所の建設を進める大道電力は、飛田川との合流点直前に今渡り第二発電所という同様に逆調整地を持つ逆調整発電所を建設する計画を別個に立てていた。両者とも、 受給状況に鑑みこれら逆調整発電所の建設を延期していたが、下流の用水組合との紛争もあって1933年に内務省と岐阜県は両社に計画を合同の植木曽川、飛騨川合流点直下に逆調整ダムを新設するよう要請した。要請を機に両社共同による開発計画がまとまり、1935年7月接班出資による 新会社愛奇水力、株式会社が設立された。この愛奇水力によって、今渡り発電所が1936年6月に、着工され、1939年3月27日に、竣工した。発電所出力は2万キロワット。木曽川、日田川合流点直下にダムを設けて、自然流量に相当する水を放流しつつ発電する、という、 この今渡り発電所が完成したことで、上流側の発電所群は、下流の水利関係に制限されることなく、最大能力での発電が可能となった。1930年、東方電力は、供給区域や、設備の整理を目的に、四日市、奈良良良支店区域を、合同電気へ、豊橋営業所区域を、中部電力へと譲渡していた。譲渡対象には発電所も含まれる。 1937年になり、東方電力では、この2社は相次いで合併する。その結果、合同電気から水力31箇所、火力9箇所、中部電力から水力19箇所、火力1箇所の発電所をそれぞれ引き継いだ。合同電気の発電所には、和歌山県、兵庫県、徳島県のものが含まれる。また、1937年から1941年に、 かけて、小規模事業者の統合を進める中で、多数の小規模発電所を取得している。合同電気、中部電力合併後の1937年12月末時点における、関西区域の発電力は、本州地域で、水力63箇所1 6 8 0 8 1 7ット火力11箇所1 7 9 9 0 0ット徳島区域で、 水力6箇所8 2 0 2ット、火力2箇所1 1 0 0 0ット、淡路区域で火力1箇所3 5 0 0ットであった。また他事業者からの購入電力については、本州地域では10社から合計2 1 4 9 8 4ット、徳島区域では3事業者から合計7 2 0 0ットをそれぞれ受電していた。翌1938年、 前述の日田川下原発電所のほか、旧中部電力時代から工事が進められていた静岡県、桁川の豊岡発電所が運転を開始する。この1938年度に、関西区域における水力発電力は20万キロワットを超え、自社火力と購入電力を加えた発受電の合計も60万キロワットを突破して、会社成立以来の最大値を記録した。 こうして各地に抱えた発電所のうち一部は下記電力国家管理と解散で承述する電力国家管理の対象となり解散を待たずに東方電力の手を離れた。1939年4月1日付の国策会社日本発送電設立に再主導者への出資対象となったためであり関西区域では名古屋火力発電所が該当する。また、 日本初送電設立と同時に、木曽川、日田川の八尾津、八尾津放水口、下丸、金山、七名倉、上朝を、川辺の八発電所と小川水系の平瀬発電所、徳島県の稲発電所が、同社の管理発電所、すなわち、日本初送電が運転を指令指導者へ、全出力を送電する、発電所となっている。 名古屋火力発電所が自社発電所ではなくなったものの、1939年12月末時点における東方電力関西区域全体の発電力は、水力75箇所7 5 3 3 1ット、火力6箇所5 7 5 5 0ットを数え、購入電力も13事業者から計3 5 4 0 9 2ットに上った。 その後1940年6月に岐阜県板取川にて電力国家管理実施前より工事中であったホラド発電所が完成した。続いて1941年から1943年にかけて旧天竜川水力電機の計画をした時期とする天竜川開発に着手する計画であったが東方電力では事業着手に至らなかった。 ここまで関西区域の動向に限って記述してきたが、以下では九州区域における天元の推移について詳述する。1920年代、鹿島火力発電所飛騨川を要する関西区域に、対して九州区域には大きな未開発水力地点は存在せず、1920年代に完成した水力発電所は佐賀県の川上川第四発電所と、 川上川第五発電所の2カ所に留まる。1920年代後半に川上川第一第二両発電所の出力が計2 4 0 0ット引き上げられ、水力発電所の総出力は7カ所計1 7 9 5 0ットとなった。また水力開発では、福岡県水間郡一帯に灌漑用水を供給する水間郡高知整理共同会との 共同事業として矢部川を開発し、1925年5月、矢部郡大淵村大技大淵に矢部川発電所を建設した。東方電力では、同発電所の発生電力1 5 0 0ットを受電するとともに、組合に対して、揚水施設の動力源として、最大1 6 0 0ットを供給した。九州区域では、水力発電では賄えな,ない。 電力需要に対しては、なじま火力発電所によって補給していた。発足時、なじま発電所には1万キロワット発電機2台があったが、ボイラー出力の関係上実際の発電能力が抑えられていたため、1924年1月に3000キロワットボイラー2台が増設された。その後需要増加に備えるため1925年8月に1万、 キロワットボイラー2台と2万キロワット発電機1台が増設されている。許可出力は1929年6月末時点において3万5000キロワットであり、住吉、長崎両発電所を合わせた火力発電所の創出力は4万3000キロワットとなった。九州区域での購入電力は九州伝統鉄道時代から福岡県の久留米にて、 九州水力電気より2 2 5ットを受電するだけであったが、供給力の不足を補うため1922年8月より大無田にて熊本電気からの受電を開始した。受電量は当初2 5 0 0ット翌年以降4 0 0 0ットである。さらに九州水力電気からの受電も強化され、 1924年2月より、なじま発電所隣接地に新設された、たたら変電所にて5 0 0 0ットの受電を開始し、加えて、翌1925年7月より、久留米での受電も2 0 0 0ットに増加された。この時、受電地点とされた久留米変電所は、久留米方面への送電強化のため1923年5月に、新設されたもので、川上川第一発電所。 大川変電所間の送電線から分岐する 66KV 線で連携されていた。これらの結果、1929年6月末時点における購入電力は、高知整理組合からの受電百5 0 0ットも、合わせて合計1 2 5 0 0ットとなった。1929年12月21日には、宮崎県にて電源開発を進める九州送電からの、 クルメ変電所における最大1万キロワットの受電も始まった。下関支店区域では需要の増加に伴って2つの火力発電所のうち、前田発電所が拡張され、1926年に6250キロワット発電機1台の増設とボイラー改造で許可出力が5000キロワットから9000キロワットへ引き上げられた。同時に、 山口県電気局の系統に接続し、最大2 5 0 0ットの受電が可能となっている。1930年代前半1929年により、佐賀県内の玉島川、九浦木川及び季節高滝発電所の下流地点の計3箇所にて、水力発電所建設に着手し、1930年11月に玉島発電所、同年12月に九浦木発電所、 翌1931年12月に広田機大に発電所をそれぞれ巡工させた。3カ所とも運転員が常駐しない自動発電所であることから発電所建屋を省いた設計の屋外発電所とされた。また旧ラギ発電所は上流に調整値を持ちピーク時の需要に応じて発電する戦闘負荷発電所であるが下流にも逆調整値を設置し、 下流側の河川流量に影響を与えないよう設計されている。加えて1931年11月、玉島水田から出力3 1ットの小水力発電所を譲り受けた。水力開発に続き、なじま火力発電所の4万キロワットに及ぶ増設計画を立てたが、宮崎県にて電気化学工業、大淀川水力電機が開発した大淀川の 発電所から受電することとなり、増設を取りやめた。送電会社の九州電力が別に設立され、同社によって大淀川発電所から熊本、大牟田を経て、佐賀県竹尾へ至る 110KV 送電線が建設されたことから、東方電力では1932年3月20日より、竹尾変電所にて、九州電力からの受電を開始した。受電電力は、 最大で2万キロワットであるが、その半分は共同で受電する九州水力電気の分であり、自社送電線を用いて、同社分の電力輸送を受託した。受電開始に伴い、東方電力から九州水力電気への送電に応じて元からある、九州水力電気から東方電力への送電が相殺される形となっている。 九州電力からの受電開始に先立つ1931年9月、竹尾変電所が移設され、川上川第一発電所からの送電線と、佐世保方面への送電線、長崎方面への送電線の3路線が集中する変電所とされた。その後1934年に、東方電力は九州電力より、同社の 110KV 線の内大ムダの三池変電所から、 竹尾変電所までの区間を譲り受けている。下関支店区域では、需要増加に伴って1931年に、前高緑発電所を拡張し、ボイラー3台と1 2 5 0 0ット発電機1台を増設した。だが1933年5月、下関支店区域の事業を山口県電機局へと譲渡したことで、前田、下関両発電所も、 東方電力の手を離れた。九百三十四年十二月末時点における東方電力九州区域の発電所は水力発電が十一箇所、出力計二二万六千百十一キロワット、火力発電が三箇所、出力計四万三千キロワットで、充電は九州送電、九州電力からがそれぞれ一万四千キロワット、熊本電気からが四千キロワット。 高知整理組合からが 1500kW であった。1930年代後半以降九州電力に続いて三井鉱山を中心として設立された共同発電会社九州共同火力発電に参加し、同社校発電所から受電することとなった。受電は1935年10月20日より開始。受電に再始行発電所に隣接して、 港変電所を新設し、ここから三池変電所までの 110KV 送電線を仮設して三池竹雄線に連絡させた。受電電力は初年度は 4000kW、第2年度は 26000kW とされたが、後者のうち 13000kW は、九州水力電気の受電分であり、九州電力の場合と同様の関係にてこれを託そうした。続いて、 九州区域における最大の需要地長崎県での自社火力発電所新設に踏み切り、1937年8月、愛浦火力発電所の新設許可を得た。当時は、需要増加著しく、陶器滑水器の電源確保に苦心していたため、建設中の需要増加対策として、翌1938年11月に、関西区域の大浜火力発電所に設置する。 予定であった設備を転用して、馴島火力発電所を増設した。アイウラ発電所は1939年12月22日に1号機、翌1940年3月26日に2号機が、それぞれ運転を開始して竣工。発電機はどちらも、出力3万キロワットである。またアイウラ発電所と竹尾変電所をつなぐ110、軽分送電線も新設された。 愛浦ラ発電所建設に伴い、福岡の住吉発電所が廃止されている。九州区域における自社水力発電所の建設は1930年代初頭の3カ所を最後に行われていないが、1930年代後半以降の中小事業統合に伴い、1937年10月統合の、自前電気と1940年8月統合の、 有り電気よりそれぞれ出力1 7 0ットと6 0ットの水力発電所を継承した。九州区域においても1938年度に初受電が15万キロワット超と会社成立以来の最大値を記録している。電力国家管理実施に伴う1939年4月1日付の日本初送電への出資に際し、 対象となった発電所は九州区域ではじ島火力発電所のみであった。また1937年12月末時点では九州共同火力発電から2万6 0 0 0ット九州電力から2万キロワット九州送電から5 0 0 0ット熊本電気から2 0 0 0ットを受電していたが、これら受電に関連する送電線も日本発送電へ移管されたため、 受電は同社へと集約された。1939年12月末時点における東方電力九州区域の発電所は水力発電が12カ所、火力発電が長崎発電所及び愛浦発電所の2カ所で、受電は日本発送電からが94000キロワット、水間分北部普通水利組合からが1500キロワットであった。以下、関西区域における 送電網の広域化と、それに関連して系列下した電力会社について記述する。ここで取り上げる参加の電力会社は、参加企業の中でも大規模であった東京電力、合同電気、中部電力の3社である。関西電気時代の1922年2月24日、社内に社長直属の臨時調査部が設置された。電気事業は、 科学的に経営されるべきという持論を持つ副社長、松永安左門肝入りの組織で東方電力成立後の同年7月1日より常設の調査部に昇格、以後1927年6月の廃止まで電気事業に関して広範な調査、研究に当たった。その研究の一つに国外の電力系統、特にアメリカが主衆国の超電力連携に関する 研究がある。アメリカでの研究成果は、北米各地の発電所を同一の電力系統に組み込み高圧送電線で需要地へと送電するというシステムを形成した場合、地区ごとに電気事業を独立経営する場合に比べて事業の効率運営が可能というものであった。調査部では、欧米各地における超電力連携の調査を踏まえ、 超電力連携の日本への応用を研究した。その結論は、本州の内福島、新潟両県から兵庫県に至る広範な地域に送電電圧220、KV の送電幹線を建設、各地の発電所を連携し、それぞれの発電特性を生かした効率的な発送電体制を実現するというものであった。こうした研究をした時期に、 松永は1923年に具体的な送電会社を立案。翌年4月には福沢桃介を創立委員長に立てて、福島から兵庫まで 220KV 送電線を建設し電力の卸売をなすという大日本送電株式会社の創立案を発表した。大日本送電の設立案は当時としては時期創造であり、全く実現しなかったが、 1923年9月に関東大震災が発生すると東方電力では調査部の研究をもとに新たに東京復興電気会社の設立計画書を作成した供給区域は東京の下町一帯を想定し震災復興によって商工業が発展し震災前以上の電力需要が見込まれるとして向こう35年間の電力需要量とこれに 対応する初受電設備を計画したものであった。この計画がそのまま実行されたわけではないが、東方電力は震災以後、震災復興のための電力供給の充実という旗印を掲げて、東京進出の動きを強化していくことになる。後年に松永が語るところによれば、東京を地盤とする既存事業者東京電灯は、放満消極経営で、 電気事業の責任を果たしていないのでこれの是正のため、さらには理想実現を目指し電気事業を自身の手で統一したいという野心があったため、東京進出を目指したという。東京における電力線東京電力常務、振動公平東京進出にあたり、東方電力ではまず早川電力の経営昇悪を目指した。同社は浜松市を中心とする静岡県西部に、 供給しており東方電力の供給区域とは浜松市内で重複しているため東方電力では早くから早川電力との関係強化を狙っていたが進展していなかった静岡県内での供給とは別に早川電力では東京市内と周辺5町村に対する電力供給許可を持っていたため同社は企業目的である 藤川水系早川での電源開発とともに、神奈川県の川崎へ至る東京送電線の建設を進めたが、用地の取得や資金調達が円滑でなかったところに、関東大震災が発生し、事業が行き詰まってしまう。東方電力ではこれを後期と見て、早川電力の掌握にかかり、1924年3月、早川電力の株式を引き受けて、同社を支配下に置いた。 さらに、同社の内容充実を待って3年以内に合併するという契約も結んだ。早川電力との交渉中、群馬電力も合わせて支配下に置くこととなり、早川電力よりも先の1923年12月に経営権を握った。同社は、群馬県を流れる利根川水系あずま川の電力開発を目的に設立された会社で、供給面では、 京浜電気鉄道が川崎を中心とする沿線地域で経営していた電気供給事業を買収していた。こうして相次いで東京方面への供給権を持つ電力会社を参加に収めた東方電力は早川電力と群馬電力の合併を仲介し、1925年3月16日、両社合併による東京電力株式会社を新設させた。 資本金は早川電力の3000万円と、群馬電力の1225万円を合わせた4225万円で、全株式の4割を東方電力が持った。社長には、群馬電力社長の田島達作、副社長には、松永安左衛門がついた。東京電力との提携に伴い、東方電力では、名古屋方面の余剰電力を、東京電力の供給区域である。 浜松方面へと送電するため、1924年11月に浜松送電線の建設に着手した。名古屋火力発電所と新設の浜松変電所との間を結ぶ渡る町 100km に及ぶ 77KV 送電線であり、翌1925年7月に完成してまず3 0 0 0ットの送電が開始された。送電電力は、 その1 9 2 7年7月より1万1 0 0 0ットへと引き上げられている。これとは別に、東京電力側では、東京方面に供給するための電源開発に努め、山梨県内に大規模水力発電所を相次いで完成させる。さらに東京への本格進出のため、東京府内の工場地帯における電力供給を低新省へ申請し、南葛飾郡。 南足立郡前域と北豊島郡南千住町を電力供給区域に追加する許可を得た。この地域は東京電灯の地盤と言われていた土地で、東京電灯全体の電力需要のうち1割以上がこの地域に集中していたという。東京電力が供給許可を得たのに伴い、東京電力対東京電灯の需要化争奪線、いわゆる電力線が始まった。 対象となった地域は、新規許可の三軍と既許可の東京市内深川区、本塾方面、川崎、横浜方面で、電力料金の引き下げを伴う勧誘合戦により、需要化争奪戦が展開された。東京電力は1927年1月1日を期して、新規許可地域への電力供給を開始し、東京電灯から切り替えた、 需要家や新規需要家への供給を始めた。1927年11月末時点における東京電力の大口電力供給実績は8 2 9 8 6ト、う内東京方面は7 4 8 2 0ットに達し、半年間で5割増という盛況であった。しかしながら、投資水準に見合った収益を上げるには至らず、業績は好調とは言えない状態で、 配当率は年率8%前後で停滞した。電力線の終焉東京電灯社長、若尾明八業績低名は、東京電灯でも同様で、電力線の影響により関東大震災後順調に伸びていた電力料金収入は1927年上期に前年比4%減となった。一方で電力線以前から東京電灯では、 割高な購入電力の増加による事業費の高騰、社債、借入金増加による利息負担の増加に苦しんでおり、1926年、下期に配当率を年率11%から9%へ引き下げ、1927年下期にはさらに8%へ減配した。電力線による東京電力、東京電灯両社の経営悪化に両社に対して、 巨額の融資をしていた三井銀行、安田銀行などの大手金融機関が危機感を抱くに至る。1927年春の昭和金融強行発生という状況下で、これ以上の競争激化は金融機関を巻き込んで、日本の金融システムそのものを危機に陥れる可能性も生じたため、三井銀行筆頭常務、池田茂明や安田銀行副頭取、結城と与太郎が、 東京電力、東京電灯の和解、合併の圧旋に乗り出した。両者合併への動きは7月に始まるが、9月になっても意見の隔たりが大きく、合意に達することはなかった。1927年12月になると、金融強行の影響により、両者とも建設資金の調達に急するようになったことから、合併に関して歩み寄りが見られた。 最終的に同年12月24日、合併契約が締結されるに至る。その内容は、存続会社を東京電灯とし、合併比率は東京電力10株に対して、東京電灯9株、東京電力側から松永康左衛門らが取締役として東京電灯に入るといったものであった。 合併は翌1928年4月1日付で実施され、東京電力は消滅、東京電灯対東京電力の電力線も完全に集結した。また合併の結果、東方電力参加の東方証券保有が東京電灯の筆頭株主となり、東方電力本体の持ち株と合わせて全株式のうち5%余りを握ることになった。見え。 奈良方面への送電線建設上記の浜松送電線建設に続き、東方電力では、三重県や奈良県への送電網拡大を図っていた。三重県内では、大正前期まで、北勢電気、津電島、松阪電気、伊勢電気鉄道など、多数の事業者が県内に分立する状態であったが、東方電力成立と同じ1922年5月に、 当時の三重県知事の提唱に基づき企業合同が成立、三重合同電気が発足していた。しかし上記4社のうち北勢電気の未合同に参加せず、東方電力へと吸収されたため、北勢地方は東方電力区域となった。1922年10月、東方電力は三重県内での事業拡大を図るべく、津、松阪、宇治山田など30合同電気区域を 自社の電力供給区域に追加するよう当局に出願、翌年8月その許可を得た。そして1924年8月に、名古屋市内の岩塚変電所から、北勢の富田変電所まで伸びていた、季節 77KV 送電線を、四日市変電所まで延伸した後、新許可区域への送電線建設に取り掛かり、1926年8月つ、つ松坂経由で、 山田変電所へと至る区間を完成させた。こうして、岩塚変電所から三重県を従管する渡る町 113km に及ぶ 77KV 送電線が完成し、同年9月から東方電力による供給も始まった。また1927年12月には、四日市変電所を起点に、奈良県内の奈良変電所を経て、 高田変電所へと至る渡る町 112.3km の77ケブリ送電線も完成した。従来、奈良、高田方面は東方電力管内にありながら孤立した電力系統であったが、四日市高田送電線の完成により、日田川開発や日本電力からの受電によって生じた名古屋方面の余剰電力を送電できるようになった。四日市、 奈良区域の分離30合同電気社長、大田光博市東京電力解散直後の1928年5月30日、東方電力では、社長の伊丹谷太郎が退任し、副社長の松永安左衛門が社長へと昇格した。その松永は、同年5月1日、電力統制試験を発表し、卸売会社の小売会社への統合や、送電連携の拡大による、 発電力の過不足調整並びに予備火力設備の共通化によって極力電力生産減価を切り下げその利益によって施設の改善を図って産業界発達に資するべきと主張したこれら電力等政策のうち1区域1会社は当時実現性の低いものであったから東方電力では送電連携の拡大によって他の電力会社と供給力を相互補給する 電力プールの形成を優先的に行うこととなった。そしてまず、三重合同電機との連携強化を狙った。先に触れた通り、三重合同電機は北税電機を除いた県下の主要電力会社3社を統合し1922年5月に発足。北税地方には進出できなかったが、三重県内のその他地域、伊賀地方や大瀬方面の事業者を相次いで統合し、 1923年には徳島水力電気を合併して徳島県や兵庫県淡路島までも供給区域としていた。1928年には東方電力への電力供給を行う岐阜県の納費電気を合併したが一方で東方電力から電力の供給を受けるという関係にあった。また東方電力が北勢から南下したため供給区域や 送電設備が広い範囲で重複していた。こうした状況の中、東方電力では、四日市、奈良両支店を分離、三重合同電系と現物出資の形で移管するとともに、同社の経営に参加し、これらの地域における送電連携の強化を図ることとなった。この提携により、両社は設備の共用が可能となり設備投資の重複が排除でき、加えて、 三重合同電気側としては、火力設備の利用を含めた電源の安定化。東方電力側としては、余剰電力の販売に理があるとされた。九百三十年一月六日、両社は事業上と契約を締結。内容は、東方電力は、四日市、奈良両支店所管の電気事業並びに関連資産を三重合同電気へと出資し、これを受けて三重合同電気は、 資本金を3 6百3万4950円から7203万4950円へと増し、半額払い込みの新株72万株を東方電力へ交付するというものであった。同年1月31日に開催された株主総会にて、三重合同電機は契約の承認を受けるとともに、地名を削って合同電機株式会社へと解消した。 1930年5月1日、東方電力四日市奈良良支店の事業は合同電気へと継承された。移管された設備には発電所13カ所のほか変電所21カ所が含まれたが、77KV 送電線は四日市山玉に限られた。対象外の岩塚四日市高田間の送電線は合同電気との連携用に東方電力の手に残されており、 事業遺憾と共に、桑名、富田、四日市、奈良、高田のご変電所において、東方電力から合同電気に対する計3万8000キロワットの電力供給が開始されている。また四日市、奈良両支店の取得と同時に合同電気は、京阪電気鉄道から同社和歌山支店の事業、財産を買収して、和歌山県にも進出した。京阪和歌山支店は、 旧和歌山水力電気、日高川水力電気区域で、供給区域は、和歌山市や五房、田辺方面であった。154KV 送電線の建設なら、和歌山方面への送電増加にともない季節異話つか、四日市間送電線の容量が不足することから、東方電力では、四日市高田間送電線の途中に、桜開閉所を設け、日本電力が、 名古屋郊外の岩倉に設置していた名古屋変電所との間を直接つなぐ七十七 k v 送電線を新設した。この岩倉桜間十七 k v 線の完成は合同電気への四日市、奈良両良店に移に先立つ九百三十年四月である。また、翌九百三十一年五月には、日田川の発電所などからの電力が集まる犬山の羽黒変電所と、 日本電力名古屋変電所をつなぐ 77KV 送電線も新設されている。蒸気のうち、羽黒岩倉線と岩倉桜線は送電量増加を見込んで 154KV 送電線として設計された。また季節翌海地高田線についてもあらかじめ一部区間が 154KV 昇圧が可能な設計とされていた。これらの設計を生かした 154KV 昇圧は、 関西方面の需要増加に対応するため1933年6月に実施された。77KV から 154KV へと昇圧する昇圧変電所は日本電力名古屋変電所に隣接して岩倉変電所として設置。反対に関西側には 77KV 高圧用に木津変電所を新設した。昇圧の結果岩倉変電所は 岩塚変電所に代わる名古屋方面における配給場の拠点となり、木津変電所は奈良、和歌山方面への送電拠点となった。また1937年12月に日田川下流に川辺発電所が完成すると、川辺発電所から羽黒変電所付近まで 154KV 送電線が新設され、羽黒変電所と岩倉変電所を結ぶ。 季節送電線も 77KV 線から 154KV 線に昇圧された。その結果、154KV 送電線は、川辺発電所より岩倉変電所を経由し、木津変電所へと至る送電線として整備が完了した。1927年8月、名古屋火力発電所と浜松変電所を結ぶ 77KV 送電線の途中に、 豊橋変電所が新設され、同じ愛知県内にありながらも名古屋方面から孤立していた豊橋区域が連携された。この名古屋方面と豊橋方面に挟まれた岡崎市を中心とする西三河には岡崎伝統という電力会社が存在した。しかしこの岡崎伝統区域は電源周波数が隣接する東方電力区域と異なっており、送電連携の障害となっていた。 その岡崎伝統は地元岡崎の有志により設立され、1897年に開業した古い電力会社である。西三河を地盤とするほか、1920年代からは東三河や静岡県西部でも工場や電気鉄道に対する大口電力供給も行っていた。周辺都市の主要電力会社が東方電力へと合併されていく中でも独立を、 保ったが、そうした状況に不満を持つ一部重役が、東方電力との合併を推進、1925年11月に合併契約調印まで進んだものの重役会で反対多数となって、合併は失敗した。その後1929年4月になり、東方電力傘下の三河水力電機から、岡崎電灯が電力を購入するという、 電力供給契約が成立したのを機に、岡崎電灯は 60Hz への周波数転換を決定した。さらに、東方電力との間で電力融通を行うこととなった。こうした連携強化の結果、両社合同への動きが再び進展し、合同電気に続いて提携が成立。岡崎電島と東方電力と余波市営業職域を統合して、新会社、 中部電力株式会社を設立するということで話がまとまった。まず1930年2月19日、東方電力側の出資で新会社中部電力を設立。東方電力と中部電力の間で、豊橋営業所管内の電気事業並びに関連財産の譲渡契約を結び、中部電力と岡崎電灯の間で合併契約を交わした。 合併契約の内容は、中部電力が2645万円を増資し、解散する岡崎電灯の株主に対しその持ち株1株に、月、中部電力新株1.15株を交付するという、ものであった。契約中の合併期日は、同年7月1日付であったが、低新商の合併認可が7月31日に、遅れたため、8月1日付で、 中部電力と岡崎電灯の合併並びに、東方電力と豊橋営業職域の統合が成立した。また8月25日には、中部電力と岐阜県田地味にあった同盟の中部電力の合併も成立、同社の資本金は4385万円となった。豊橋営業職域の譲渡に伴い、東方電力から中部電力には発電所4カ所、 変電所5箇所と関連送電線であるが、77KV 送電線とこれに接続する変電所は遺憾対象から外された。譲渡と同時に、東方電力から中部電力に対する 7500kW の電力供給が開始される。その後受給地点の増加により、中部電力の電力系統は東方電力の系統との同一化が進んでいった。 下記の電力国家管理と解散で承述するが、1936年以後、低新省で国家主導の電気事業再編、すなわち電力国家管理を目指す動きが表面化する。電力国家管理に対する反対運動の急先鋒となったのが松永安左衛門であったことから、東方電力では業界の自主統制さえ進展すれば民営形態の方が豊富。 低廉な電力供給を実現し得るという松永の持論を証明すべく、業界統制について具体例を示す必要に迫られた。そこで松永の一区域一会社論に近づけるべく、1937年、三家の合同電気、中部電力の合併に踏み切った。合同電気との合併契約は1936年11月28日に締結。 合併時の資本金は7203万4950円で、大株主の東方電力を除外した株主に対し、合同電気株式10株につき東方電力新株9株を交付するという合併条件であった。したがって、東方電力は資本金を2億円から2億3300万円としている。合併は、翌百三十七年三月十一日付で、 これによって、東方電力は、三重、奈良、和歌山、淡路、徳島の5地域にわたる広大な供給区域を引き継いだ。中部電力との合併契約は1937年5月13日に、締結。合併時の資本金は4635万円で、大株主の東方電力を除く株主に対して1、対1の割合で、東方電力新株を交付するという、 合併条件であった。したがって、東方電力の増資幅は、合同電気の場合と同じ3300万円である。合併は、同年8月31日付で実施された。合同電気、中部電力の合併に伴い東方電力の送電網はさらに拡大し、特に西は、木津変電所から先、奈良変電所を経て、和歌山変電所へと至る77。 KV 送電線も自社送電線となった。なおこの当時、和歌山から海を渡り淡わじ、徳島へと至る送電線は存在しない。電力国家管理を規定した電力管理法が1938年に公布されたのに伴い、同年6月、発送電部門を管理する国策会社日本発送電に対する送電電圧、100KV 以上の送電線とその他主要送電線。 並びに、これらに接続する変電所の出資が決定された。東方電力における出資対象設備は、川辺発電所から、木津変電所へ至る、送電線、川辺発電所から、羽黒変電所を経て、岩倉変電所へ至る、送電線、木津変電所と奈良変電所を結ぶ、送電線、四国、九州内の送電線など、計16路線であった。また、変電所では、 羽黒、岩倉、木津の三変電所が出資対象となった。これらの設備は1939年4月1日付の日本初送電設立に伴い同社へと引き継がれた。出資された送電線の内川部木津間送電線は日本初送電では美濃幹線と称する。1942年4月になり、同社による電力調流改善によって、 傷図変電所から先大阪府内の古川橋変電所まで延伸された。以下、発足以降の供給に関する事項について記述する。供給区域の一覧表については別記事、東方電力の供給区域一覧を参照のこと。東方電力の管内で最大の需要値は、旧名古屋伝統が存在した愛知県名古屋市であった。ただし、 名古屋市内への供給を東方電力が独占したわけではなく、矢作水力、日本電力の2社も名古屋市内に供給区域を設定し、東京電灯も名古屋市内供給に参加した時期があった。年代ごとの供給動向を記す前に、これら競合電力会社との関係について記述する。矢作水力、日本電力の供給長く、名古屋電灯の独占的供給区域であった。 名古屋市内へ最初に新規参入したのは、矢作水力であった。1921年6月、名古屋市内と同年8月に、市へ編入される周辺の13町村を1校内100馬力以上の供給に限る制限不電力供給区域とする許可を得たのである。ただ同社は、名古屋伝統社長の福沢桃介が創業した電力会社であり、 こうした電力供給区域の設定も名古屋電灯の了解を得たものであった。同社の市内における大口需要化には、1939年末時点では、港区の矢作工業、昭和総田と矢作製鉄があった。なお三社とも矢作水力の子会社にあたる。ついで1923年8月、すでに岐阜県岐阜市とその周辺を、 電力供給区域としていた日本電力が愛知県でも名古屋市、愛知軍、西春日い軍を一校内50馬力以上の供給に限る制限付き電力供給区域とする許可を得た。許可後の同年9月、日本電力は名古屋市に営業所を開設し需要化獲得に乗り出す。東方電力の需要化の中に日本電力への契約切り替えを図るものも出現したことから 東方電力では、日本電力の進出を脅威と捉え、東京進出の計画を立案中の折でもある、ことから、日本電力との競争を避ける道を選んだ。その結果、翌1924年3月、前述の通り東方電力は、日本電力から10万キロワットに及ぶ大量、受電契約を締結。日本電力は契約成立、または商談済みのものを除き、 愛知、岐阜両県下における東方電力の既契約を犯さないという市場分割が成立した。その後設備の完成を待って、日本電力は1924年10月から順次、服部商店、愛知時計電機などへの供給を始めた。供給契約はすべての需要化を合わせて1万キロワットであった。1939年末時点では、矢作水力と異なり、 名古屋市内において 3000kW 以上を供給する大口需要化は存在しない。東京電灯の名古屋進出東方電力が東京電力を設立して東京進出を図る頃、それを迎え撃つ東京電灯では報復手段として東方電力の地盤への進出を計画し、1926年5月に名古屋方面での電力供給を出願する許に出た。 長は渡る発電所から愛知県の小牧まで 154KV 送電線を建設して供給するという計画で、6月には名古屋出張所の設置も済ませたが、翌1927年4月6日、この申請は定審省に却下された。当時定審大臣は県政会第一次若月内閣の足立健三であったが、直後に若月内閣が倒れて、 立憲声優会の田中義和内閣が成立して、定心大臣に、も月圭啓介がつくと、東京電灯は、同年12月5日に、名古屋方面における電力供給を再度申請した。そしてこの申請は3週間後の12月28日付で、許可された。一度却下された申請が、年内に一点許可となったのは、社長の若尾昭八と、 声優会の密接な関係によるものと言われる。東京電灯が許可を得た電力供給区域は名古屋市を含む愛知県尾張地方と三重県北部の四日市市、三重郡、桑名郡であった。東京電灯がこの供給権を行使して実際に供給を始めるのは1929年のことで東京電力との電力線が終わった後になって、 東方電力の地盤への侵入を試みた理由は明らかでないが社長の若尾が強行にこれを推し進めたとされる。1929年10月、東京電灯は名古屋営業所を開設。矢作川の知らせ発電所から名古屋方面へ送電線を仮設し、12月より送電を開始した。また送電開始と同じ同年12月、東京電灯は愛知、 三重県境地域の小事業者、海部三崎電機から事業を買収した。同社は海部群飛島村の配電事業者で、資本金は11万円であった。こうして名古屋方面への進出を果たした東京電灯であったが、実際には供給電力は8 0 0ット程度とごくわずかであり、翌1930年6月に若尾が社長を解任されると、 名古屋進出を中断、東方電力へ名古屋営業所の事業を売却することとなった。この結果、1930年12月26日付で、東京電灯は発電所以外の設備を351万円で東方電力へと売却した。その対象設備は、知らせ発電所を起点に、鳴海、厚田を経て、三重県北部の都大至る33、KV 送電線と、 鳴海で分岐して、北半島の丘台伸びる分岐線。それに、各変電所で、発電所自体は対象外であったが、白瀬・智江川両発電所の発生電力2619キロワットを東方電力で受電することとなった。買収設備は、その後、四日市方面への送電容量増加などに活用されている。 記述のように1921年から翌年にかけて多数の電力会社の統合によって成立した統合電力であるが1942年の会社解散の直前に至るまでの約20年間でそれ以上に多数の電気事業者を統合し続けた。非統合事業者には先に触れた1937年合併の合同電気、中部電力のような大規模電力会社から ごく小規模な事業者まで様々である。1920年代の事業統合1923年以降の事業統合の第1号は、鉄道沿線で電気供給事業を建営していた愛知、電気鉄道からの一部事業の買収である。同社の供給区域の内愛知県愛知郡笠寺村は1921年に名古屋市へ編入されたが、 市内の供給事業を東方電力に統一するため、その部分のみ引き取ることになったもの。1924年1月に10万円にて、事業権と設備を買収する契約を締結し、4月に譲り受け認可を得た。この時点での旧笠寺村での供給は、伝統2000あ余りとごくわずかな動力用、電力であった。これ以後も1920年代には、 以下の2事業を統合している。1930年代前半の事業整理すでに、記したように、1930年3月に、四日市、奈良両支店管内の事業を合同電気へ、同年8月に、豊橋営業所管内の事業を中部電力へとそれぞれ譲渡したが、その3年後の1933年には、山口県の下関支店管内の事業を県へと譲渡した。 山口県においては、西木川における県営水力開発に着手した県当局が分立する県内電気事業の統一を施行し、その第一歩として1924年4月1日、山陽電気、上電気、中外電気の3社を統合して、山口県営電気事業を指導させた。県は、次なる統合計画の萩電灯、豊富電灯の事業買収作業が進展すると、 その次の統合対象として、東方電力下関支店区域の買収を計画、1926年1月より会社側との交渉を開始した。下関市を中心とする東方電力下関支店区域は、県内でも有数の需要地であった。1926年に始まった東方電力と山口県の交渉は、 国から県に対する財政緊縮要求や会社側の交渉担当者の交代などで自然消滅となった。その後県は事業買収の機会を待ち続け、1930年代初頭に発生した外災問題で東方電力が資金難に陥った際にすぐさま事業買収の話を持ちかけた。東方電力は直ちに大諾。 価格交渉の結果1530万円で事業を県へ売却すると決定し、1932年11月24日付で譲渡契約を締結した。譲渡対象は、東方電力が山口県内に持つ事業と財産の一切で、前田火力発電所も含まれる。東方電力から県への事業の引き渡しは、翌1933年5月1日付で、 完了した。東方電力の電気事業のうち公営化されたのは、この下関支店管内のみである。公営化の動きは、名古屋市や佐世保市でもあり、どちらも全身会社時代に締結されていた、報奨契約の規定をもとに、事業の私営化を主張したが、公営化は実現していない。1930年代前半の、 事業統合大規模な事業譲渡が行われた1930年代前半ではあるが並行して事業統合も続けられていたそのうち大規模なものは先に触れた愛知電気鉄道からの事業買収である愛知電気鉄道は北半島西海岸への鉄道敷設を目的として1910年に設立1912年2月鉄道開通に先駆けて なるみやとこなめなど、名古屋電灯の供給区域外にあった地域にて、電気の供給を始めた。その後同社は順次供給区域を拡大し、半田周辺の旧地田電気区域は、東方電力に吸収されたため区域外であったが、それ以外の地田半島の大部分に供給区域を広げたほか、名古屋市郊外の東部や西三川にも進出した。1927年末に、 東京電灯が名古屋へ進出する際、下軍も電力供給区域に加えていたが、その後同社が地帯への送電を決定すると、自社電源を一切持たず、大部分を東方電力からの受電に依存する愛知電気鉄道は、料金面で東京電灯に対抗できないことが明らかなため、東方電力か東京電灯のどちらかとの統合を図るようになったという。 結局事業統合を進める東方電力へと県営供給事業を譲渡することとなり、1929年6月25日の株主総会で譲渡を決定。手続き上、一旦受け皿となる愛知電力株式会社を資本金350万円で設立し、1930年4月30日付で新会社へと伝統電力供給事業を譲渡した。 そして翌1931年11月2日、東方電力が愛知電力から351万円余りでその事業を買収した。1930年代前半に実施されたそれ以外の事業統合は以下の2つであった。1930年代後半以降の事業統合東方電力は1937年3月に合同電気を同年8月に 中部電力をそれぞれ合併し、供給区域を一挙に拡大した。その1937年は、低新省でも事業統合の方針を打ち出した年でもあった。発電、送電事業の国家管理と並んで、配電統制強化の方針を打ち出し、同年6月、全国の主要電気事業者に対して隣接する小規模、電気事業を統合して、経営を合理化し、 設備の拡充、強化と損落の電気料金引き下げによる都市部との料金平準化を図るよう干渉したのである。東方電力もその対象とされ、特に岐阜県内に散在する小規模事業者を統合するよう求められた。この低新章の方針に基づき全国的に小規模事業者の統合が活発化し、東方電力でもまた事業統合を推進した。 1937年以降に統合した事業者は、鉄道経営の名古屋鉄道を除いて33社に及ぶが、そのうち供給力1 0 0 0ットの中規模事業者は、比全電機、稲沢電灯、豊橋電機の3社に限られる。3社の概要は以下の通りで、名古屋鉄道から引き継いだ供給事業についてもここで併記する。以上に挙げた事業者以外の、 1937年から1941年にかけて統合した3 2に及ぶ小規模事業者は以下の通りであった。関係会社を通じた統合東方電力の関係会社の一つで新城町を中心に愛知県南下楽郡八名郡や静岡県、岩田郡山幹部などに供給する三河水力電気は1938年8月。 長野県下稲郡に供給する南進電気他一社と合併し、中央電力株式会社となった。この中央電力は設立以後翌1939年にかけて隣接する小事業者6社を相次いで統合する。東方電力でも1939年3月1日付で、供給区域の内愛知県北下良郡と米村の部分を譲渡した。 1937年9月、東方電力は、関係会社の中部合同電気との間に、中部電力から継承した田地目営業所管内の事業を譲渡する契約を締結した。その供給区域は、岐阜県時郡田地目町をはじめとする時紀郡、蟹郡、江奈郡、愛知県西鴨郡の計17町村で、譲渡事業、資産の譲渡額は222万円余りとされた。 この中部合同電機は岐阜県内から長野県西地熊群にかけての中央本線沿線地域における電気事業を統合するために同年設立された会社であり1938年8月1日に東方電力田見区域ほか6事業を引き継いで開業した中部合同電機に関しては1941年2月に その供給事業と財産を買収する契約を締結したが、結局東方電力への再統合は実施されないまま、後日の配電統制実施を迎えている。続いて、全社的な供給実績の推移について、年代別に承述する。1920年代東方電力による、家庭電化の宣伝広告東方電力成立直後の1922年10月末時点における、 供給実績は、電灯数201万4904棟、電力供給12万952馬力であった。区域別に見ると、関西区域は、電灯数119万2126棟、電力供給8万3644馬力、九州馬力は、電灯数82万2778棟、電力供給3万7308馬力であり、 関西区域と九州区域の需要の割合は、おおむね電灯で6対4、電力で7対3と言える。発足初期に力を入れられた分野が42万道、あまりの電灯需要が集中する名古屋市内における供給改善工事である。名古屋電灯が関西電気へと再編された当時、名古屋市以外の急激な膨張に供給設備の拡充が追いついておらず、 無理な供給によって停電が頻発していた。その応急処置として、関西電機では、副社長の松永安左衛門が、人頭式を取って配電線の改良や、変圧器の取り替え、購入電力の増強などを実施し、約1年で、停電事故を、ほぼ解消させた。東方電力となった後も施設改善は続けられ、市内配電線の昇圧工事や送電線、改善工事、 滑水器の火力発電設備増強といった工事が続けられている。全社的な課題としては、統合会社が多数に及ぶために生じた、地区ごとに異なる電気料金や制度の整理、統一が挙げられる。同じ会社であるにもかかわらず、地域によって料金が異なるというのは、需要化の理解が得られないためできるだけ早期に料金を統一すべきであるが、一方で、 料金の値上げは困難であり、料金を単に平均化するのは不可能であることから、料金、制度の統一は全社的な料金値下げを意味する。だが料金を一挙に統一するとなれば、減収幅が大きく事業成績に打撃を与えるため、段階的に統一していくという方法が取られ、料金改定は会社解散までの約20年間で40件以上に及んだ。上気値下げによる、 研修の対策、さらには戦後強行以来続く不況への対策として、東方電力では成立以来積極的な勧誘商船を展開し、需要増加による増収を図った。全社的な勧誘商船は1923年が最初で、特に翌1924年の勧誘商船では、増頭19万頭、増殖715万食という成果を上げた。 家庭向けでは、電灯のほか電熱器具の普及にも力が入れられており、1923年4月には、重量電灯と500ワット以下の小型機器を併用できるという診療金制を取り入れている。家庭以外の高食用電力需要の開拓活動では特に農事電化が盛んで、考え、排水用を筆頭に各分野の電化促進を試みた。 1929年10月末での供給成績は、電灯数331万5991灯、電力供給33万3723馬力であり、7年前に、比して電灯は約1.6倍、電力は約2.8倍に増加していた。視点別の内訳は以下の通り。1930年代前、 中期1930年代に入ると、関西区域では、金融出再禁止に伴う、景気好転によって盲石、毛織工業などの輸出産業が活発化して、電力需要が増加傾向となり、九州区域でも1930年代半ばより、長崎県内を中心に、重工業、炭鉱業が発展して、電力需要が増加した。こうした、景気回復による、 需要増と並行し、会社でも引き続き電灯、電熱、電力の各方面で、積極的な営業活動を実施して、家庭電化や高職業電化、農事電化などで新規需要の喚起に努めた。また1936年8月、名古屋電灯創立から数えて50周年を迎えた、記念として営利関連から離れて、中小工業者の指導活動や農産漁村振興。 輸入代替産業の助長に努める目的で社内に新興産業部が設置された。1936年10月末での供給成績は電灯数347万9417頭、電力供給49万2138馬力で、その支点別の内訳は以下の通りであった。事業整理のため支点が3カ所減少しているが、7年前に、 日して電灯は約1.05倍、電力は約1.5倍になっている。1930年代後期1937年になり、東方電力は合同電気と中部電力を相次いで合併して規模を拡大した。両者の合併以外にも、中小事業者の統合が同年以降繰り返されたのは前述の通りであるが、電気事業への統制強化により、 並行して政府による電気料金の地域格差是正が強行された。具体的には、1937年12月からの電気料金認可制以降に際し、一事業内の料金統一、整理や全般的な値下げを求められたのである。東方電力側は年額260万円の値下げ案を低心章に示したが、章側は六百万円近い値下げを要求した。 最終的に年額約350万円の収入源となる料金で認可が得られた。日中戦争勃発翌年にあたる1938年10月末時点での供給成績は電灯数615万1688頭、電力供給82万8976馬力に達し、2年前に比して電灯数は約1.8倍、電力供給は 1> 約1.7倍に増加している。支点別の内訳は以下の通り、供給拡大はその後も続き、翌1939年上期には電力供給が100万馬力を突破している。電力需要の主体は、関西区域では愛知、岐阜、三重の三県に大規模な防石工場が集中することから防石業が4割近くを占める九州区域では、 三菱重工業長崎造船所、佐世保海軍工廠に代表される重工業や北松丹田などの炭鉱を抱えることから機械工業、工業の2種で5割近くを占めるという特徴があった。ただし、関西区域の繊維業は戦時下で退庁し、大道成功や三菱重工業など軍事産業への供給が増加している。供給先の具体例として、 低心章の資料に見える1939年12月末時点での大口供給先を下表に示した。1940年代前期日中戦争の長期化に伴い、発送電部門で国策会社に本発送電が設立された以外にも配電部門の規制も段階的に強化され、東方電力を含む電気事業者はいずれも自主的経営の範囲が縮小されていった。 特に1940年1月、戦争遂行に必要な電力供給の確保を目的とする電力調整令が発動され、ネオンサイン、電飾、広告灯、屋外灯交機、庭園灯、多灯街路灯の電力消費禁止措置、及び電気風呂、電気暖房、調理用電熱機、冷蔵庫、庭園用用水ポンプエレベーターエスカレーターへの供給禁止措置が取られた。 電力調整例実施にこうし、東方電力では1940年3月1日から料金制度の一部改定を実施した。電力節約の徹底を図るためのもので、一般電灯、電力供給について、定額制で供給中の電灯10灯以上、電力10馬力以上の需要について全て重量制に統一するという点が主たる変更であった。 また1942年1月に至り、東方電力成立以来段階的に行われていた料金整理、統一が終了し、初めて全社的な統一が完成した。配電統制は、最終的に配電統制令の施行に至り、1942年4月、東方電力の供給区域は、国策配電会社4社へと分割された。最後に、 1921年から1939年までの伝統供給実績及び電力供給実績の推移を表にまとめた。数値は各期末のものであり、その決算期は毎年4月10月の2回である。ただし、関西電機から東方電力への社名変更と同時に決算期が変更されるまで、 すなわち1922年上期までの決算期は5月11月であった。以下、発足以来の経営の推移について記述する。関西電機から東方電力となる過程での一連の合併が終了した1922年10月末時点で東方電力の資本金は交渉1億3982万1200円。 払い込み9999 99万585円であった。以後1920年代を通じて増資は電源開発に関連した参加企業岐阜電力の合併に伴うものの一件に限られる。払い込み緊張収は関西電気時代以降、1922年2月1923年4月1926年12月の3度に、 わたって実施されており、1927年10月末時点で、資本金は、交渉1億4432万1200円、払い込み1億2551万2712円50銭となった。下記の業績推移表に示すように、1922年度に3157万円であった、年間収入は、 毎年増収が続き4年後の1926年度には、その1.5倍の4816万円へと拡大した。利益金も順調に伸びており、対平均払い込み資本金利益率は1923年度から1927年上期にかけて年率14%前後を維持し、この期間は年率12%の配当を継続している。 この利益率、配当率は、同時期の五大電力各社の中で最も高い、ものであった。比較的安定した業績を維持できた要因に、積極的な需要開拓策に、一定の成果があった点が挙げられる。先にも触れたが、東方電力では1922年2月から1927年6月まで、社内に、調査部という部署を置き、技術方面と、 業務方面を中心として電気事業に関する研究を実施していた。この調査部の活動以外にも同時期には役員、社員による海外視察や海外実習にも積極的であった。東方電力ではこうした調査研究活動の成果に基づく経営、すなわち科学的経営を経営方針として掲げた。この科学的経営が とりわけ効果を発揮したのは金融面であった。電気事業は代表的な資本集約型産業であり、多額の資金を固定する必要があるため、その資金問題は電気事業にとって最重要課題であるというのが会社を取材する松永安財左衛門の一貫した持論であり、その方針は会社にも反映された。松永は社債や借入金の利子に、 株式配当も加えた講義の金利が電力減価のうち6割から8割を占めており、この金利の工程が電力減価を左右するものであるから、金利の低い資金を多く調達することが重要であると主張していた。したがって、東方電力では積極的な電源開発に必要な資金をいかに低コストで調達するかという点を重視し、経営を推進した。 東方電力がこの資金コストの低減策として採用したのが、社債による資金調達であり、社債発行額は1922年から1927年の間で、計10口1億1058万円に及ぶ。社債の発行利率は6.2から8.5%であり、同時期の配当率に比して著しく低率である。その上、 これよりも1%以上も定理な外貨建て社債、すなわち外債の発行にも踏み切った。外債発行は松永が九州伝統鉄道常務時代の1919 19年に行った欧米視察で着想したもので、1923年より準備を始め、1925年4月15日付で発行が実現した。この第一回外債は7分立期米火祭で、 発行額は1500万米ドル。第2回外債は同年6月23日に発行され、これは5分率期英火債で、発行額は30万英ポンドであった。この2つの外債は、償還期間が30年及び20年の長期債で、あるが1926年7月発行の第3回外債6分率期米火債は、利率が有利であるとして、 召喚期間3年間の短期債となった。外債発行を柱とする、社債中心の資金調達に並行して、資金コスト低減策として、同時期には配当の抑制も試みた。その一つが、固定資産消却の優先で、消却費の複立見立てを行う、全額出資による貯蓄会社の設立を独自に、考案した。また、アメリカの電力会社が行っていた、 需要家から株式出資を募るという制度の導入も目指した。しかしながら配当抑制の試みは時期尚早で、前者は東方貯蓄に積み立てられた、焼却費は年間で固定資産額の1%という最低水準に止まり、後者は需要家からの社債募集という形で導入されたものの成果はなかった。当時、社債の発行限度額は商法により、 払い込み資本金額以内と定められており、コスト面で有利な社債をより多く発行するには、払い込み金徴収を実施しなければならず、これには高水準の配当を維持する必要があるというのが、配当抑制に失敗した理由であった。上記の社債発行限度額の問題は、松永らの運動によって1927年3月電気事業法改正による規制緩和が実現し、 電力会社に限り限度額が払い込み資本金の2倍に引き上げられた。1931年にかけて電源開発が一段落したにもかかわらず、関係会社への投融資のため大規模な資金調達が続けられたが、社債発行が容易となり高配等の維持が必須でなくなったため、利益率減という事情もあって1927年、下木より、 年率2%の減配に踏み切っている。1920年代以末より深刻化した不況は長期社債の金利低下という副産物があったものの1930年になると世界恐慌の波及と金海金が重なって未曾有の恐慌となりしばらく新規の社債発行は困難となった。社債発行に失敗した東方電力では 九州区域での拡張工事資金などを調達するため、同年6月1663万円の払い込み金徴収を余儀なくされた。利益率が低下傾向にある中での払い込み金徴収による配当金増加は経営上大きな負担であるため、これに前後して2つの配当抑制策を実施している。一つ目は原資で貯蓄会社の東方貯蓄を同年5月に解散させ、 同社が持っていた自社株286,424株を焼却した。この原資で資本金は1億3000万円となった。配当抑制策の2つ目は減配で、払い込み金徴収の終了と、明らかな業績低下で減配に対する株主の抵抗が弱まったため、6期続いた年率10%の配当を1930年下期より8%へ引き下げた。 なお現場後、東方電力では焼却費の拡大に努めた。強行の影響により、1931年度の営業成績は大幅に減少し、電灯料収入は前年度比9%減、電力量収入は6%減となった。毎年拡大を続けていた年間の総収入は同年度初めて減少し、 1930年度の5880万円から5246万円へと縮小した。結果、大平均払い込み金利益率は1931年下期には11%へと交代。配当率も年率7%へとさらに引き下げられた。ただしこうした業績加工期にあっても五大電力各社の中では安定した業績であり、 1931年下期には年率3%の配当率に低迷していた東京電灯とは対照的である。1925年に第一回外債1500万米ドルを発行した当時、為替相場は100円イコール40.87ドルと円安であったが、その後円高傾向となったため、元利金支払いにつき為替差益が生じた。 同時期の第2回外債30万円ポンドについても同様であり、この為替再起を狙うという点が外債発行に踏み切った動機の一つになっていた。1926年に第3回外債1000万ベイドルを発行した後、1929年7月にこれを召喚するため、第4回外債6分率米火災を追加発行している。東方電力による 外債発行はこの4回であった。1930年1月、浜口内閣により金解金が実施された。以後しばらく法廷陛下に近い為替相場が維持されたが、翌1931年12月に犬飼内閣が金輸出再禁止に踏み切ると急速に円安が進んだ。そのため外債を発行していた東方電力を含む五大電力各社では、 元利金支払いの負担が急増するという電力外債問題が発生した。外債問題により、五大電力の内東京電灯、宇治川電機、大道電力の3社は一時期無敗に転落する。一方で、東方電力と日本電力は減配はあったものの無敗は免れた。特に東方電力は外債問題を五大電力中で最も素早く処理し、業績を維持できたと評された。 外債問題処理の第一歩は第四回外千1,145万米ドルの処分であった。これは第三回外債と同様の短期債であり1932年7月が召喚期限とされていた。社長の松永は1931年9月にイギリスが日本より先に金輸出再禁止に踏み切ったのを見て日本の金輸出再禁止を予測し、 円安となるのを見越して、直ちに第4回外債償還用のドル資金調達に取り掛かった。結果、日本の金融室最近市までに約600万ドルを確保し、1932年春頃までには資金調達をほぼ完了した。償還期限の同年7月1日時点での、 為替相場は大幅な円安で100円イコール27.375ベードルとなっていたが、東方電力では平均100円イコール36.58ベードルの相場で償還を終えた。発行時の相場と比較すると償還に際して720万円の為替差損が生じたが、それでも早期の資金調達で差損を1055万円も縮小している。 償還費用3130万円は金融機関からの借り入れによった。1932年10月末時点での未償還外債残高は第1回外債が1237万5000米ドル、第2回外債が22万9000円ポンドであり、この時点で100円イコール20米ドルまで円安が進行していたから、 法廷閉下と比べて年間で合計約268万利払い負担が増す計算になる。この負担を圧縮すべく、東方電力では外債の消却に努めた。第1回、第2回外債とも、減債基金によるマイキー定額の償還が定められていたが、後者については規定外の任意消却が認められていなかったため、特に第1回外債の任意買い入れ消却に、 集中した。1932年から1934年にかけての3年間の第1回外債償還光は565万ドルに及んでおり、1934年末の未償還光は727万5千ドルに低下。ここから買い戻し済みの手持ち高を差し引いた、実流通行は439万7千ドルまで圧縮された。 一連の捜査による負担低下と1934年以降の為替相場の持ち直しにより、外債問題は解決へと向かった。外債を含む、社債償還費の確保や、借入金返済のため、1933年9月から翌年3月にかけて、3回に分けて、計6000万円の社債を発行している。これらの社債は金融緩和による低金利と、 法改正で新たに認められたオープンエンドモーゲージ制の二点による長期かつ定林が会社側に有利なものであった。加えて1933年5月には下関支店区域を1530万円で山口県へ売却するという思い切った資金調達措置も取っている。業績は1934年に入ると持ち直し、1935年度には 年間総収入が6000万円台に到達した。外債問題期には9%前後に低迷していた、太平均払い込み金利益率についても回復し、1934年以降は14%前後で推移している。業績回復により、配当率は1934年上期に、年率5%から6%へ、ついで同年下期に7%へ引き上げられ、 翌1935年下期からは年率8%となった。1934年11月、7000万円の増資を決定し、資本金を1億3000万円から2億円へと引き上げた。増資新株の払い込み金徴収は1935年4月から1937年7月にかけて4度に分割して行われている。この時期、 8%の配当率に対し社債は年利4%台と低コストで発行可能であったが、記載は1937年3月まで行われていない。1920年代の社債中心の資金調達とは対照的であるが、これは松永が金融面での混乱の反省から自己資本比率の向上を施行するようになったためという。また、 固定資産の消却を充実し、業績、内容ともに安定したため若干の負担増は問題とならない状況となったことも理由であった。その後資本金は1937年の合同電気、中部電力の合併に伴い3300万円ずつ増加し2億6600万円となった。この間の1937年4月、重役会で 半額増資の方針が決められたが、電力国家管理政策の進展による株価急落のため実現していない。2社の合併で営業規模はより拡大し、1937年下期の総収入は半期だけで4562万円となり、翌1938年度の年間総収入は9723万円に達した。 1939年以降の電力国家管理期も、下表の通り収入は、拡大傾向にあり、1941年度の年間総収入は1億2388万円となった。一方で純利益額は伸びず1938年間未期が、最高値であった。利益率の低迷は、物価が上昇する中で国策により、電気料金が低位で固定化されたことによる、 この間の1939年6月、三家の東方証券保有を合併した際、自社株を焼却したため資本金は500万円、減少し2億6100万円となった。以後、解散までこの資本金額が維持された。1921年から1942年までの払い込み資本金額、収入、支出、利益金、年率配当率の推移は以下の通り、 決算期は、供給実績推移表にある通り紙期は、毎年4月、下期は、毎年10月である。以下、遠隔のうち1942年の会社解散に至る経緯について記述する。第39代帝新大臣、田野木葛城吉第42代帝新大臣、長井龍太郎1930年代後半以降、国家による電気事業の管理、すなわち、 電力国家管理を目指す動きが進行した。東方電力を率いる松永安左衛門は反対派の急先鋒として知られたが、電力国家管理の進展を止めるには及ばず、1942年に東方電力解体へと至った。この電力国家管理政策の起源は、電力国営論である。すでに明治末期頃から存在し、1918年前後には、 時の定心大臣、野田宇太郎によって提唱されるなど、しばしば争点となっていたが、その度に現実化に至ることはなかった。時代が下って昭和に入ると、国営論は台頭しつつあった軍部や、革新官僚によって、脚光を浴びるようになる。1935年から翌年にかけて、岡田圭介内閣が設置した、内閣審議会、内閣調査局で推進に向けた動きがあり、 岡田内閣の後1936年3月に広田光輝内閣が発足すると、定震大臣に国営論者の田野木カ基地が入って、定震省が国営論改め電力国家管理政策を主導するようになった。民間電力会社に発送電設備を出資させて、特殊会社を新設し、同社を通じて政府自ら発送電事業を経営するという、 民有国営の方向で国家管理政策は具体化され10月には低信大臣より提案された電力国策要項が閣議決定されるところまで進んだ電力国策要項を法案化した電力管理法などの法案が1937年1月に帝国議会へと上提されたが直後に広田内閣が総辞職したため中断 変わって発足した、林千十郎内閣は上帝中の全案件を撤回して、電力国営案を再上帝しない方針を決めたため、またしても実現は見送られる結果となった。しかし、同年6月、林内閣に代わって第一次、この絵踏み丸内閣が成立すると、定審大臣に就任した永井雄太郎により、電力国家管理政策は再び前進し始める。 頼もぎ案と異なり、長い案は発送電設備の内水力発電所を出資から除外する方針となるなど修正が加えられ、新しい電力国策要項が12月に閣議決定された。翌1938年1月、要項に基づく電力管理法など4法案が議会に上提され、3月26日に可決1935年以来の 電力国家管理問題がここに決着した。正式決定された電力国家管理政策はという内容であった。4月5日に電力管理法及び関連法が交付されて以降国家管理の実施に向けた準備が進められる。その中で1938年6月電気事業者が日本初送電に出資すべき設備の範囲が 最大電圧 100K v 以上の送電線と、その他の主要送電線、先送電線に接続する変電所、出力1万キロワット調の火力発電所と決定された。この決定に基づき、同年11月24日、5大電力各社を含む33の事業者を、対象に送電線渡る町、約7200キロメートル、変電所95カ所、 火力発電所34箇所に及ぶ発送電設備の現物出資が指示された。東方電力の対象設備は発電所2箇所、送電線16路線、変電所5箇所で、その評価額は4063万258円50銭とされた。水力発電所を出資対象に含む1937年の頼も議案では総資産の55%の出資を 要すると予想され経営に支障をきたすと見られたが、実際には総資産の約10%の出資で済み、影響はほとんどなかった。翌1939年4月1日の日本初、送電設立と同時に出資が実行に移され、その対価として日本初送電の株式812,605株と現金8円50銭の交付を受けた。交付株数は、 東京電灯、大道電力、日本電力、関西共同火力発電に次いで33、事業者中5番目に多い。なおも大電力の中で、電力国家管理の影響が最も大きかった大道電力は、この段階で、会社の存続を断念し、同年4月2日付で解散した。第47代停心大臣、 村田商造電力国家管理の中心として1939年4月に発足した日本初送電であったが発足早々に異常な滑水が襲い戦時下の石炭不足、炭質低下も重なって深刻な発電力不足に陥った結果同年8月から配電事業者への供給割り当て制限が始まり10月には 国家総動員法に基づき電力消費を制限する電力調整令が施行されるという状況に至った。豊富かつ低廉な電力供給を謳って始まった電力国家管理体制が早々につまずいた形となったが日中戦争が長期化する中で新体制への移行が進められる当時の状況下にあっては国家管理政策の見直しではなく 政策をより強化することによって、電力問題を解決しようとする動きに結びついた。1940年7月、第2次、この絵内閣が成立すると、関西財界出身の村田昭蔵が、定心大臣に就任した。以後政府は、日本発送電へ、水力、火力発電設備を一元的に掌握させるという、電力国家管理の強化と、地域別に、 特殊会社を新設自然配電事業を統合するという配電統制の実施の2点を急速に具体化させ、9月27日にその旨を盛り込んで新しい電力国策要項を閣議決定した。要項に基づき停審省は配電管理法、配電株式会社法などの法案を準備したが、翌1941年1月に政府が審議長期間が見込まれる、 法案の国会提出を避ける方針を決めたため、法案は撤回、これらは国家総動員法の適用によって実施されることとなった。こうして、電力国家管理の強化へと流れる中、東方電力社長の松永安左衛門は反対運動の急先鋒となった。松永は1937年の田野議案1938年の長井案時代から、 反対運動を展開しており、当時の反対論の要点は、水力発電、火力発電、送電線が一体となって機能している現状を無理に、分割すれば電力会社の有機性を損ない、企業の資金調達を妨害して進行中の発電所建設に影響を与える恐れがある。そしてそれは、電力基金を弱気し、豊富、低廉な電力供給を目指すという、 電力国家管理体制の目的に反する結果を招くというものであった。だが1937年7月に日中戦争が始まったという情勢の下では反対運動が広がるに至らなかった。ついで第二次電力国家管理の動きが強まると松永は反対派の急戦法として強硬な反対運動を展開した。松永の反対論は電力基金が 現実のものとなったことを踏まえ、配電業者を解体しようとすれば、日本発送電と同様の事態に陥り国家の生産力を傷つける、日本発送電の機能不全はそもそも、民有国営体制が不適切なためであり、民有民営を原則とすべき、というものであった。第二次電力国家管理への反対論は松永、以外からも唱えられたが、業界団体である、 電気協会内部でさえ多数派とはならなかった。そうした中、1940年11月13日、干渉、圧迫が表面化し、自身の理想を実現できなくなった松永安左衛門は社長を辞して会長に退き、代表取締役副社長の竹岡洋一が、公認の第三大社長に就任した。1941年1月、 政府の国会審議長期間回避の決定を受けて、電気協会は政府案への反対姿勢を撤回し官民協力して生産拡充に努める方針を固めた。それでも松永は反対論を唱え続けたが、3月になって電気庁長官より一部少数事業者が電気協会の地位、設備を利用して国策に反対する策動を行っているのは遺憾であり前処するように、 という旨の異名通帳が出されるに至り、電気協会では政府と協力する意向を再確認した。こうした政府の対応もあって、松永の反対運動は失敗に終わった。その後1941年8月25日、松永は東方電力の代表取締役を辞任し、単に取締役会長となった。東方電力第3代社長。 竹岡洋一1941年4月22日、電力管理法施行令が改正され、日本初送電が管理すべき、電力設備の範囲が拡大され、以下の設備も含むようになった。これによって、同年5月27日8月2日の2度にわたり、全国の電気事業者に対して、日本初送電への設備追加出資が命ぜられた。 出資期日は1941年10月1日付と、翌1942年4月1日付の2度に分割されており、東方電力では、その双方での設備出資命令を辞明している。第一次出資の対象設備は、以下の通り。以上の設備の出資評価額は8178万9603円50銭とされ、その対価として、 日本発送電の株式163万5792株と現金3円50銭の交付を受けた。評価額は対象の27事業者中東京電灯、日本電力、東新電機に次いで4番目に高い。続く第2次出資の対象設備は以下の通り。出資評価額は4859万9446円50銭であるが、 出資と同時に、社債8125万円を、裸価値7764万8781円29銭にて、継承させたため、日本初送電の株式交付はなく、反対に、差額2921万4709円24銭を、同社へ支払った。なお、評価額は、対象の26事業者中大日本電力に次いで2番目に、高い。また、 第二次出資と同時に、上記社債とは別にこの時点まで残存していた1925年発行の第一回外債も日本初総伝へ引き継がれた。残額は発行額1500万米ドルに対して58万2500ドルで、継承価格は249万9690円であった。1941年8月30日、政府による配電統制や、 地域別の配電会社新設を規定した配電統制令が交付、施行された。これに基づき同年9月6日、政府は地域別の配電会社経究者について、その設立命令を全国の主要配電事業者に対し一斉に発令した。そのうち、東方電力が受命したのは、中部配電、関西配電、四国配電、 九州配電の4社に係る設立命令である。供給区域が4つの地域に分割されたのは、東方電力と日本電力の2社に限られる。東方電力はいずれの場合も特定の電気供給事業設備の出資を命ぜられ、1942年4月1日付で、配電会社4社への設備出資を一斉に実施した。出資の概要は以下の通り、 蒸気記載の非継承負債とは別に、中部配電へ1925年発行の第2回、外債も継承されている。残高は、発行額30万 A ポンドに対して7万576ポンドであった。東方電力副社長から四国配電社長へ転じた、清水周吉第二次電力国家管理と配電統制の実施に伴い、 先に消滅した大道電力を除く5大電力のうち、東京電灯は関東ハイデへ宇治川電機は関西ハイデへそれぞれ統合されて消滅した。一方日本電力は電気事業を失ったが軍需産業を担う多数の子会社を束ねる持ち株会社、日電工業として存続した。東方電力も東方ガスや東方重工業などを参加に持っていたが、 日本電力と異なり会社存続を断念し、子会社の持ち株を適宜処分し解散する道を選択した。1942年3月5日、東方電力の臨時株主総会は、日本発送電及び配電会社4社への設備出資と同時に会社を解散する件を議決。これに従って4月1日付で東方電力は解散し、以後生産事務に移った。 生産時の残余資産分配では、株主に対し持ち株一株につき現金2円と、日本発送電、中部配電、関西配電、四国配電、九州配電、関東配電の株式が適宜分配された。東方電力の解散に伴い、経営陣の内元副社長の海藤金なみりが、中部配電社長、副社長の清水周吉が、四国配電社長へと転じたが、 会長の松永安左衛門と社長の竹岡洋一は電気事業から一時退いた。内松永が電力業界に復帰するのは7年後、太平洋戦争後の占領下で日本発送電と旧配電会社の処理を検討する電気事業再編精神議会の会長に就任する1949年のことである。 本社が入っていた東京会場ビル1922年6月26日、関西電機から東方電力へと社名を変更するのと同時に、本店がこれまでの愛知県名古屋市中区新竜町6丁目4番地から東京府東京市麹島地区永楽町1丁目1番地へと移された。本社社屋は東京会場ビルであり、実際の本社事務は同年10月中に移転している。 以後本店は移転されていないが、1929年4月15日付で、住所が、麹町区丸の内1丁目6番地1に変更された。支店は、事業地の都市、計19カ所に設置されていた。下表にて、東方電力成立時と1939年7月末時点における、支店所在地、及びその間の推移について記した。 名刺ハンギングランプを発売する旨を記載した電気百貨店の広告1929年1月、東方電力は名古屋市の繁華街広工事2に広報施設、電気普及館を新設した。建物は移転によって空いた元名古屋市電車屋を活用したもの。ここでは、照明、電熱、電力のすべてにわたり、電気の用途を解説する展示をなし、絶えず実演。 講習会、講演会を催すとともに、電気に関する相談や、器具の修理サービスを行った。施設は好評で、来館者が月に2万人を超えることもあったという。1932年7月、電気普及館は、電気百貨店に改祖され、電気メーカーや電気販売店も参加して広く電気機器の販売も手がけるようになった。東方電力解散後、 電気百貨店は1945年3月の空襲で消失した。跡地は中部電力の広報施設、電気の科学館が入る電気文化会館の広小路通り川公開空地付近にあたる。慶応義塾式高等学校にある松永安左衛門の共造1936年、名古屋伝統創立50周年を記念する事業の一つとして社内に、 新興産業部を設置するとともに、同年11月、記念事業費として200万円を拠出し、新興産業研究資金として運用することとなった。この資金をもとに、産業支援を担う、新興産業部の技術的な講演となる社外組織、財団法人東方産業研究所が1937年10月に発足した。研究所はまず、福岡市県所が、 福岡県かすや郡、多田良村に建設され、1938年12月に完成。ここでは、中小工業、農業の改良に関する研究や国策に沿った各種基礎研究、工業試験が行われた。続いて、重工業方面、中でも、軽金属精錬についての研究を行う東京、試験所が1940年5月、 埼玉県北足立群式町に完成した。東方電力の解散後、福岡試験所については、九州配電へ譲渡され、東京試験所のみにて研究が続けられた。太平洋戦争終戦後の1947年9月、慶応義塾へと試験所の土地を寄付し、東方産業研究所は解散した。東京試験所跡地には、慶応義塾式高等学校が建つ。 また解散時半導体研究室主任であった、小谷哲次が技術者と設備を継承し、東方三権電機を設立している。1922年6月に、東方電力へと解消して、本社を東京に置くと決定したが、当時東京においては、住宅難が著しかっため、その対策として、会社では、社宅用地6500坪を東京市郊外の下落合に確保した。 目白駅製法の土地で、東に、この絵踏み丸本邸、南に、相馬市役庭が隣接する。敷地内の遊水にちなんで、林泉園と命名され、東端の四百六十坪が松永に、他の千1295坪が希望する役員、社員へと分譲され、残る土地に、社宅や独身寮が建てられた。敷地内には、テニスコートなどの娯楽施設も設けられ、単に社宅ではなく、 福利厚生施設としても活用された。この臨戦園での突起事故は関東大震災発生時に臨時の本社事務所とされたことである。震災によって本社事務所を置く東京会場をビルがしばらく使用不能になったため震災翌日より20日間にわたりえない松永邸にて事務が取り扱われた。会社解散に伴い個人所有分を除いて 残余財産処理の一つとして、日本初総電へと譲渡された。東方電力は傘下に多数の系列企業を持ち、東方電力グループを形成した。グループの事業領域は、電気、ガス、電気鉄道の三つの公益事業である。持ち株会社として、東方証券保有と東方ガス系の東方ガス証券があり、この二社の利用により、広範囲にわたる、 公益事業を統制していた。1934年時点での状況を例にとると、東方電力が直接株式を持つ参加企業は後に合併する合同電気、中部電力の2社に限られ、他は株式の3分の2を持つ持ち株会社東方証券保有を経由して間接的に株式を持った。東方証券保有の参加に連なる企業は電力会社では 伊ビガワ電気、大井川電力、稲沢電灯、三河水力電気、新潟電力、九州送電、ガス会社では東方ガス、電鉄会社では九州鉄道、王子電気機道があった。このうち東方ガスは九州ガスと東方ガス証券の2社を傘下に持ち、校舎を通じて西部ガスや合同ガスに出資している。また、 電気事業では、東方証券保有が株式を持つ、東北電気という持ち株会社があり、参加に、東部電力、福島電灯、日本松電気の3社が連なった。以下、東方電力グループの内東方電力本体と関係の深いものについて概要を示す。東方電力は成立以来、近隣の中小電気事業者や、その他の関係会社を、 次々と参加に収めていった結果、多数の有価証券を所有するに至った。その後も、所有有価証券の増加が見込まれ、営業資産額と釣り合わなくなる恐れがあったことから、米国ゼネラルエレクトリックの持ち株会社エレクトリック、ボンドシェアを真似て1925年6月1日、資本金1000万円で、東方証券株式会社を設立した。同社は、 その後1928年8月11日の株主総会にて資本金を1500万円へ増資するとともに社名を東方証券保有株式会社と改めている。東方証券保有は東方電力傘下の投資会社として事業を行い年率6%の配当を行いつつ残余利益金を消却に充てていたが、 電力国家管理の進展と株価下落による収益減少に伴って役目を終え、1939年6月1日、東方電力へ合併された。合併時、東方電力は、東方証券保有の株式30万株のうち20万株を所有しており、自社所有分に対して新株を発行せず、また、 合併比率を1対0.75としたことから375万円を増資した。一方で、東方証券法有が、東方電力の株式17万5000株を持っていたため、合併と同時に、これを焼却し、結局500万円の減資となっている。東方電力は、1920年代初頭の一連の合併により、中京、九州の六地区にて、 1937年の合同電気合併により、中京、四国の2地区にてそれぞれガス事業を経営することとなったが、いずれも短期間で整理され直営ではなくなった。その受け皿となったのが、東方ガス株式会社とのその参加企業である。1922年6月26日、東方電力は直前に合併した旧名古屋ガスの事業をもとに、 資本金2200万円にて、東方ガスを設立した。当時の総株数44万株のうち43万9000株を、東方電力が引き受けている。ついで翌1923年3月1日、直営で残る市の宮、津島、半田、四日市の4地区におけるガス事業も、東方ガスへと60万円で譲渡した。これら四地域におけるガス事業は、微州電気、 北電気、北税電気の合併で引き継いだものである。他に、長崎市におけるガス事業も、旧九州電灯鉄道から継承し、1922年7月1日より、西部合同ガスへの経営委託とした。1927年4月、東方ガスは、西部合同ガスを合併し、九州へ進出した。直後の同年5月。 東方電力は経営委託中の長崎市におけるガス事業を正式に東方ガスへ譲渡する契約を締結。譲渡価格は106万8000円で9月30日に商工省の許可を得て一貫した。その後も東方ガスは拡大路線を取り1929年四日市地区の事業を分離し35同電機との共同出資によって 三重県に合同ガスを設立し、さらに北九州ガスのガス事業部門を分離して九州ガスを新設する。分離後の北九州ガスには証券保有部門が残っており、同社は東方ガス証券へ解消された。翌1930年には自社九州地区の事業を再独立させ西部ガスを設立している。1937年3月、東方電力は 合同電気を合併したことで、再び県営のガス事業を持つこととなった。事業地は、三重県松阪市と四国徳島市の2地区で、同年9月1日付で、双方とも合同ガスへ譲渡している。さらに、同年9月18日、合同ガスからの現物出資でこのうち徳島市のガス事業を独立させて、徳島ガスを設立した。1941年9月末時点で、 東方電力は東方ガスの株式485,500株のうち164,647株を保有していた。東方電力解散に伴いこれらの株式は東京ガスへと譲渡されており、1940年10月以来東方ガスでも会長を務めた松永安左衛門は1942年2月に辞任した。 東方が設立と同じ1922年6月26日、東方電力より兼業の電気工作所部門が分離され、株式会社東方電気工作所が設立された。資本金は100万円で、東方電力本店内に本社を置いた。この新会社に移管された事業部門は、救急修電島鉄道が福岡に構えた製作所。 旧北勢電機が四日市に構えた鉄工所、旧名古屋電灯が名古屋に構えた工作所の三つからなる。1927年、福岡の工場を引き継ぎ西部電気工業所が設立された。その後の資料では、名古屋、四日市の二工場で、変圧器、電熱器、鉄塔、水門、鉄管、 巻き上げ機の製作販売を行うという事業内容が記載されているが、1930年2月、不況による事業整理で会社解散となった。関西電気時代に臨時調査部が設置されて、以来、同部では、不採償却積立金についての研究を進め、貯蓄会社の設立を考案した。東方電力本体の全額出資による貯蓄会社を新設し、 本体で、原価償却を行うとともに償却費と同額を貯蓄会社に出資、貯蓄会社は、親会社の株式、債券や国債を買い入れる形で資金を運用して、利益を累積する、という仕組みである。これにより配当に影響なく多額の償却費を積み立てできるということであった。この貯蓄会社は1922年10月25日、資本金1000万円にて、 東方貯蓄株,株式会社として設立された。東方貯蓄の運用により、同社には1930年4月末時点で預金、有価証券など1449万1991円の資産が積み立てられた。しかし金解禁以後の不況により、株価が低迷して運用難となったことと、消却費の社外留保、運用について、 税制改正で効率課税が適用されるようになったことで同年5月31日をもって会社解散の措置が取られた。この時東方貯蓄は東方電力の株式286,424株を持っていたため東方電力ではこれを買い入れ焼却死1432万1,200円の原資を行っている。東方電力は成立当初から1934年に かけて九州にて直営の軌道事業を兼営した。路線は福岡市内の路面電車線と佐賀県唐津地方を走る唐津軌道と呼ばれる非電化軌道線の2つがあり、双方とも九州伝統鉄道から引き継いだ。前者の路面電車線は旧福白電気軌道由来の路線にあたる。路線網は全新会社時代にほぼ完成しており、 東方電力時代の路線延伸は同じく福岡市内で路面電車線を経営する九州水力電気系の博多電気軌道から路線の一部を譲り受け1932年3月に西へ延長した一軒のみに止まる。1930年11月28日、唐津軌道は路線バスの台頭と施設老朽化のため廃線とした。一方、 福岡市内の路面電車線は、博多電気軌道と経営を一元化することとなり、1934年11月1日付で、新設の福白電車株式会社へと移管している。九州鉄道の電車九州には、この福白電車の他に、九州鉄道株式会社という関係会社も存在した。同社は、筑紫電気軌道の名で1915年。 当時の九州伝統鉄道経営陣らによって設立。1922年3月の増資の際に東方電力が株式を直接引き受けた。同社が建設した路線は現在の西鉄天神大牟田線にあたり、1924年福岡から久留米までの区間が開業、以後順次南進し1938年に大牟田まで到達した。また、九州鉄道は、 旧三井電気軌道から引き継いだ電気供給事業も軽減した。1940年12月、東方電力は九州での交通事業統合を目指す九州電気軌道に対して九州鉄道の株式6万株、福白電車の株式4万株を譲渡した。この結果、両社は東方電力の参加を離れた。2年後の1942年9月、 九州電気軌道は、九州鉄道、福白電車ほか2社を合併し、西日本鉄道となっている。なお、福白電車新設後の1937年に合同電気を合併したことで、東方電力は、三重県宇治山田地区の三宮二見線、浅間山線と和歌山市の和歌山線という三路線を継承し、県営の鉄軌道事業を復活させた。ただし、 東方電力による経営は一時的であり、三重県下の二路線は1939年8月に、新都交通へ、和歌山線は、翌1940年11月に、和歌山電気軌道へと移管されている。イビデント横山発電所1926年10月、当時経営不振に陥っていた伊ビ川電気株式会社から、資本参加を打診された。 東方電力は同社への趣旨を10 11月に役員を送って経営権を掌握した。同社は、イビガワ開発による電気供給事業と実社電力による科学事業を柱としていたが、第一次世界大戦後の反動不況で科学事業が極度の不振に陥り、業績が低迷していた。東方電力の参加に入ってからは、新経営陣により、 負債の整理が進められた。1928年9月、伊比川電機は、東方証券保有より、大垣ガス電機と株式会社電気工業所の株式を譲り受けた。この電気工業所は1922年9月に、設立。岐阜県大垣市及び、麦郡美濃町、福岡県か谷郡、多た村の、計算箇所に工場を持ち、大垣工場、 美濃町工場にて、電気炉による炭化カルシウム製造、大垣工場にて、大化レンガ製造、福岡工場にて、高貨レンガ製造をそれぞれ行っていた。内美濃町工場は、東方電力が土地、建物一切を所有しており、1923年1月より、その経営を受託していた。1939年8月、伊比川電機はこれら電気工業所の、 全事業を買収した。電力国家管理では、日本発送電、中部配電へ設備を出資し、供給事業を失ったが、東方電力とは異なり科学事業によって存続した。東方電力解散に伴い、その持ち株は、伊ビガワ電気の需要家でもあった大日本宝石が譲り受けている。電力国家管理の開始により日本発送電へ一部設備を、 出資したのに伴って生じた、焼却費を運用するため、会社解体以前の電力国家管理機に、東方電力は電気事業以外への投資を積極化した。当時、軍需産業への新規進出が大手各社で相次いでおり、例えば、東京電灯は、非鉄金属メーカーの小賀電機工業と共同で、アルミニウム製錬を目指し、日本系金属を設立している。 東方電力でもステンレス工夫メーカーの日本ステンレスとの共同出資によって新会社を設立しステンレス事業への進出を試みた新会社は第二ステンレス株式会社の名で1939年5月に発足したこの社名は一時的で同年7月東方重工業株式会社へ改称している工場は 三重県四日市市に構えた。東方電力解体後は大道成功の参加に、入り事業を継続するが、太平洋戦争終戦により、成功事業から撤退。1946年より、電気炉を転用して、カーバイド製造に転換した。また1948年7月に社名を、東方科学工業株式会社に変更している。1949年、 東方化学工業は大同成功から株式を取得した三菱化成工業の傘下となった。三菱化成は東方化学工業から用地の提供と原料カーバイドの供給を受けて四日市に塩化ビニル工場を建設している。その後の東方化学工業の経営改善を受けて三菱化成は1953年7月1日、同社の合併に踏み切った。 合併後、三菱火星は本格的に四日市への進出を図り、石油化学工業の拠点としていくこととなる。1922年6月の東方電力解消時に改定された定管では、役員として取締役、監査役を持ち株100株以上の株主から選挙するものとされていた。この時点での役員の人数は取締役15名以上。 監査役5名以上で、取締役の中から、株主総会にて代表権のある、社長、副社長を1名ずつ選出するとともに、取締役の5選で若干なの専務取締役、常務取締役を置くという規定であった。役員数については、その後1933年5月の定時株主総会にて、取締役10名以内、監査役5名以内に削減された。 ついで合同電気合併に伴い1936年12月に取締役15名以内、監査役7名以内に改められる。役員数は以後解散時まで同じであった。また1928年5月、代表権のある取締役が社長1名のみに改められた。その後1939年2月、会長制に伴い代表取締役が3名に増員される。 同時に関係規定が変更され、取締役の5 0 0にて、取締役会長、社長各1名と、副社長、専務取締役、常務取締役若干名が選出されるものとされた。1922年6月以降、東方電力の取締役経験者は、以下の43名である。1922年6月以降、東方電力の監査役経験者は、 以下の19名である。うち8名は取締役経験者でもある。またはザ・トホ・エレクトリック・パワー・カンパニー・リミテッド。英文社名は外債などで使用されたが定管には記載されていない。一例として1936年に創業50周年記念事業を起こしている。水力発電所、畜産、竹原、八地、白社、初瀬、室生、かさぎ。笠木笠木 わずか川、木津川、火力発電所、工場、大井、上駒、うねび。水力発電所、布里、横川、長篠、豊根。内訳は、日本電力から10万1650キロワット、大道電力から3万8800キロワット、矢萩水力から2420キロワット、大道電力経由で、矢萩水力西門原。 吉野谷両発電所から二万六千五百七十キロワット、伊比川電機から七千五百五十キロワット。東京電灯から二千六百十九キロワット。富士電力から二万四千キロワット。三河水力電機から七千五百キロワット。稲電気鉄道から三千百キロワット。その他、に西業者から七百七十五キロワット。内訳は、貞光電力から三千九百八十キロワット。 未満水力電気から2 0 0 0ット、四国電力から1 2 2 0ット。引き受け銀行はニューヨークギャランティ社である。その後の2度の米火災も同様。英火災はイギリスの貿易助成法に基づくもので、大蔵省の保障による無担保者災である。ありがとうございます。